本日も、堀口秀俊スペシャル緊急短縮版の時間が、やってきてしまいました。少し前に、堀口くんの X アカウントから、バッジが消滅していたので、堀口くんが X の課金をやめたのではないか、と話題になっていました。そして今も、堀口くんのアカウントにバッジはついていません。しかし、よく見るといいね欄が非表示になっているので、おそらく課金を再開したものと思われます。課金することで、いいね欄を非表示にできるみたいです。さて、そんな堀口くんですが、最近になってから X でポストする頻度が、爆発的に増加しており、今では1日で数十件のポストを投稿し、レスバトルすることもあります。前世紀の王の輝きが戻ってきた感じがします。この感じいい感じだで、2月以降に堀口くんに関する新情報がいろいろ投下されるということで、堀口くんの断末魔が響いているという感じがします。最近秘書っぽい人のような気も凄まじいです。今日は1月30日、もうすぐ2月です。いやー、2月が楽しみですね。一体どうなってしまうのでしょうか。さて、最近明らかに余裕がなくなってきた堀口くんが今後助かるにはどうすればいいのか、真剣に考えていきたいと思います。まず2月に何かしら堀口くんにとってクリティカルな情報が投下されることはほぼほぼ間違いありません。それに対して堀口くんができることは残念ながらほとんど何もありません。情報の公開を止めることはできませんし、では何をするべきか、もうねひたすら平謝りするしかありません。手をついて詫びて、今まで迷惑をかけてきた方面に謝罪することでダメージを最小限にできるかもしれません。できるとは言っていない。ただ今さら謝ったところで裁判は止まらないでしょうし、大した効果はありません。何より今さら堀口くんが謝罪の意思を示したところで、それをまともに信じる人はいないでしょう。何より堀口くんが謝罪すること自体のハードルが非常に高いです。堀口くんは王ですから基本的に謝りません。堀口くんを謝罪させるのがどれぐらい難しいかというと、今からブルハルシアをホロライブに復帰させるのと同じぐらい難しいです。ではどうすればいいのか、周りから情報を出される前に自分からボロンしてしまえば良いのです。堀口くんは情報をボロンするのは得意ですから、それぐらいのことは朝飯前でしょう。芸能界でもたまにあるじゃないですか、文春とかにすっぱ抜かれそうだから、スクープが出る前に自分たちで先に情報を公開してダメージを最小限に抑えるみたいな。なので堀口くんも同じことをやれば良いのです。敵から情報が出る前に自分からボロンしましょう。もうこれしかありません。いや、でもよく考えると堀口くんが先にボロンしても堀口くんがダメージを受けるという事実は変われへんかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。例えば健全なイメージの芸能人に恋愛関連のスキャンダルが出た場合、大幅なイメージダウンにつながるので、先に自分から行動することに多少の意味はありますが、堀口くんの場合は特殊なので同じ手は使えないかもしれません。そもそも2月に出る情報を堀口くんが知らないという可能性もあるでしょうか。なので結論を言うと、堀口くんがここから助かる方法はおそらくないということになってしまいます。堀口くん、すまん。一生懸命探しましたけど無理でした。どうやったらここから巻き返せるのか、避難所とメタマンに相談してみてはいかがでしょうか。彼らならきっと堀口くんを救ってくれるはずです。笑い。最後までご視聴ありがとうございました。本日も堀口秀俊スペシャルの時間がやってきてしまいました。本日2本目。2月の新情報の投下に向けて堀口くんが活動を活発化させています。いや、お前の動きが活発化してどうすんねん。ここ最近の堀口くんの動きを見ているとこれまでにはないレベルで追い込まれているように見えてしまいます。大丈夫なのか秀俊、話聞こか。いつでもメール待ってます。なお連帯は一生しません。さて、昨日1月29日、衝撃的なニュースが飛び込んできました。なんとアルパカ社長が開示請求されたそうです。あれ、アルパカ社長ってそんな訴えられたら負けるような過激な発言してましたっけ。私が見た限りでは全く心当たりがないのですが、開示が通ったからといってその後の裁判で必ず負けるというわけではありません。中には開示が通ってもその後の裁判で完敗するケースもあるので、こうなった以上堀口くんは裁判を起こしてきっちりと決着をつけるしかありません。アルパカ社長のポストから引用します。しばらく帰れずにいたら発信者情報開示の書類をしかとしてたらしくて、 AP 開示されたそうな100枚以上の紙が配布されたバッグが1ヶ月半前に届いてた書状、受け取って2週間で回答しろとか、今の自分には無理だわ。意見書は出さないとプロバイダーは応じるので、みんなはちゃんと意見書を出そうね。
ああ、なるほど、そういうことですか。アルパカ社長は、海外に滞在していることも多く、最近は留守の期間も長かったため、郵便を受け取ることができなかったようです。誰かさんとは違って、アルパカ社長は本当に海外に行かれていますから、バーチャル海外ではなく、きちんとリアル海外に行かれているようです。そもそも、アルパカ社長って、AP 開示が通るような投稿ってありましたっけ？すべての投稿を追っているわけではないのですが、ちょっと思い当たらないですね。もしかしたら、投稿内容云々というよりは、意見書を提出しなかったために、AP 開示が通ってしまったのかもしれません。基本ですが、郵便を受け取った際は、速やかに意見書を出すのが良さそうです。弁護士に依頼すると、数万円で書いてもらえます。アルパカ社長のように、海外にいることが多くて、郵便が受け取れない。という人は稀だと思うので、もしレジェンドから AP 開示された場合は、皆様は速やかに意見書を提出することをお勧めします。意見書を出さないと、個人情報がボロン、してしまうかもしれませんよ。いやあ、それにしても堀口くん、意外とやるじゃないですか。まさかアルパカ社長の AP 開示に、いともたやすく成功してしまうなんて、これはもう堀口くんの完全勝利、と言っても過言です。よかったな、秀俊、散々こすられてきた堀口くんですが、ここから彼の反撃が始まるのでしょう。楽しみです、と思いきや、アルパカ社長は、こうおっしゃっていました。おめでとう。会社の住所と名前が開示されたね。笑い、それとってなんか意味あんのかしら。書き誇られる前に書いておくよ。流れ変わったな。いやあ、アルパカ社長が開示されたということで、私はてっきり、自宅の方の住所が開示されたのかと思っていました。しかし開示されたのは会社の方だそうです。しかし会社の住所は、基本的に公開しなければならないので、会社の住所を知りたいのであれば、わざわざ開示する必要は全くありません。というか、堀口くんのような、他人の個人情報を収集するのが、大好きだと思われる人物であれば、アルパカ社長の会社の住所は、とっくに把握しているはずです。会社の住所がわかるのなら、そこに訴状を送ればよいだけなので、堀口くんはいつでも、アルパカ社長を訴えることができるのではないでしょうか。そもそも開示するまでもなく、堀口くんはアルパカ社長を訴えることができるはずです。なぜわざわざコストをかけてまで、AP 開示をしたのでしょうか。本当に謎です。無駄にお金と時間をかけて、それで出てきたのが会社の住所って、冗談きついですよ、堀口くん。というか、堀口くんは一体何の件で、アルパカ社長を訴えるんですかね。彼がやたらアルパカ社長を敵視しているのも、よくわかりません。なぜ他の悪質な誹謗中傷を、優先して AP 開示せず、アルパカ社長の開示を進めているのでしょうか。そしてあの堀口くんが、念願の AP 開示に成功したというのに、プレスリリースをしていない点もおかしいです。堀口くんだったらもう、大喜びして絶叫しながら、即座にプレリリを出しそうな気もするのですが、堀口くんサイドから今のところこの件のプレリリは、一切出ていません。堀口くん、あなたは一体何がしたいんですか。いくらなんでも突っ込みどころが多すぎますよ。てか、こんなところで個人情報ボロンの影響出るとは思わなかった。しょぼーん。ちなみに回答しなかったから開示されたのであって、別に書き込み内容の悪質性とやらが認められたわけではないので誤解なきよう。やっぱたまには帰るか、ポストくらいは見ないとあかんね。しょぼーん。逆に言えば帰れず、会社の写真撮ってる奴らのせいで会社にも近づけなかった証拠になるかな。まあそんな開示なんかどうでもいいレベルのことが今日進んだので、よかったです。きり詳細は不明ですが、何か良いことがあったそうです。ちなみに同じ日に、暇空あかね様がお酒の写真とともに読めない乾杯とポストされています。もろちん、たまたまでしょう。しかし深読みすると、堀口くん関連で同じ日に揃って何か良いことがあったという風にも想像できます。震えて眠れ、黒すみれさん。やばいね、会社の住所と名前が開示されちゃったよ。超知りたかったらぜひホームページを見てね。キリってか、会社の写真とか撮ってネットにアップする危険人物がうろうろしてるから、いろいろなとこに相談して安全に配慮してねって言われてたからね。バグ技だよね。届いた書類見たけど、完全に仕事できないやつのそれで笑うショー。物量出せば通るだろうって感じ。やたら使えない資料ばっか作って、会議の時間長くする無能と同じ匂いがした。てか、お訴状か。ってワクワクした気持ち返せ。しょぼーん。開示開示って破滅目次録かよ。アルパカ社長の元には、ものすごいページ数の分厚い紙束が届いたそうです。相変わらず批判的な投稿を全部リストアップして裁判所に渡して、じゃあ君たちで開示できそうなやつをこの中から選んで開示通してね、という感じで裁判所に書類を押し付けているのでしょう。しかも堀口くんが開示しようとしているのはアルパカ社長だけではありませんから、何百人何千人に対して明らかに無理のある開示請求をかけているわけですから、ここまでやって裁判所に迷惑をかけている自覚がなさそうなのは恐ろしいです。で、資料見たら申請5文字の侵害について淡々と語ってたんだけど、俺は申請5文字使ったことない。ほんと仕事できなさそう。開示なんてペラ2枚くらいでしょ。せいぜいしょ。学習院告発サイトの仮処分や、ハイブタ様のノート開示の時みたいに、また意味不明なお気持ち解文書を長々と書き連ねてそうです。それをフルで強制的に読まされる裁判長、かわいちょ。ちなみにプロバイダーは争うかどうかで再三にわたり書類送ってくれたみたいです。それを全資化とした。
する羽目になった自分のせいでスダッシュを生む。みんなはちゃんと意見書提出してね。いや今日は、そんな些細なことなんてどうでもいいレベルで、いろいろありました。楽しみ。証拠資料ペラペラ見てたら全然違う人へのレスが混じってて笑ったショー。ザルだな赤い字、仕事できなさそう。うせやろ。そんなことありますか。開示請求するときに他人への投稿が混じるなんて、そんなことが考えられますか、皆さん。いやー、さすがにありえないでしょ。いくら本人訴訟とはいえ、そんな痛恨のミスをする人いないでしょ。おっちゃーわー。そういえば過去に誤って別人の投稿を発信者の投稿だとして開示を求めてきた男が一人おりましたわ。あの男ならガチでやるかもしれません。頭おかしなるで、何があったらそうなるんだよ、と言いたい。他人への投稿が混入しているとか、どう考えてもおかしいでしょ。どんだけ雑な仕事をやっていたら、そうなるんですか。ありえへんやろ。というか、意図的に、他人のアウトな投稿を混入させて、開示を通そうとしていませんか。いや、モロチン、正義の心を持つ彼が、そんなことをするはずがないのは、知っていますけどね。モロチン、たまたまでしょう。というわけで今後本人訴訟で開示請求をする方々は、間違えて別人の投稿を混入しないように、十分注意してください。わざとだと疑われても仕方ありませんよ。東方は、このような行為を直ちにやめるように強く求めます。つか、裁判所も X もプロバイダーもこんなん毎回全部読めないでしょ。完全に機能不全に陥ってたと思う。だからこそ今、担保やいろいろとバグ潰しになってきたんだと思う。まあどちらにしても、観客席の人はもざなし資料が出るだけで面白いし、身内への被弾もすごそうね。てか裁判所に出す開示理由の書面に、暇そらしがこう言ってて、その申請5文字は悪質悪質。って主張するのやめてもろてー。まずその申請5文字は、ニュージーランド旅行の思い出が汚れるから、文字を見るのも嫌いなんで使ってないし、何より俺はその暇そらしじゃないダッシュを生む。裁判所に出す書面でも、しっかり夜泣きしててささパンダ。いきなり長々と関係のない話をされても、裁判長も困ってしまうはずです。通過開示の書面ぐらい、短くまとめろよ。何やってんですか。意味がわからないだろう。俺にもさっぱり意味がわからん。裁判ねえ、裁判まで無事にこぎつけられるといいね笑い。前も言ったけど、戦う前から武器を披露するバカはいないのよ。今日は自分もいいことありまくりだから、日本酒となんか美味しいつまみで、乾杯するかねえダッシュを生む。仕事疲れた。藤原カミラ様、お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。しかし堀口くん、マジで藤原カミラ様を、訴えるつもりなんですかね。爆笑、一体どういった要件で訴えるのか、楽しみにしています。笑い笑い笑い。さて次は、暇空茜様のポストから、引用します。学歴って、新卒チケットくらいしか社会では意味ほぼないんだけど、社会に出たことないし出る予定もなさそうな人に、分かってもらうの難しそうだから諦めた。いや、それはわからないじゃないですか。今社会に出る予定はなくても、親がいなくなった後、お金がなくなってきたら、働くかもしれないじゃないですか。逆に言うと、そういう風に、生きていくお金に困らない限りは、働かないのかもしれませんが、ろくに社会に出たことがないから、学歴を過剰なまでに深刻化していて、学歴至上主義に取り憑かれてしまっている。というタイプの人は、もしかしたらいるかもしれません。具体的に誰とは言いませんが、あくまで一般論を申し上げますが、いきなり初手で学歴煽りをするのは、育ちが悪いです。突如他人の学歴をバカにし始める時点で、周りからドン引きされているということに、いい加減気づくべきです。そのような人は、高学歴にステータスを感じる前に、まずは一般常識をゼロから学ぶことを、お勧めします。X の開示運用変えたの、長文くんのボスがブチ切れてそう。こんなところにも、王の影響が及んでしまっています。長文くん、逃げて、超逃げて、それにしても長文くんって、やたら時短統括が手慣れていましたけれど、今頃彼はどうしているのでしょうか。また昔と同じように、一攫千金を夢見て、時短金ビジネスに手を染めた挙句、資金繰りがショートして、ピンチに陥っていないといないと、良いのですが、さて次は、ノートの開示の件で、堀口くんと絶賛バトル中の、ハイブタ様のポストから引用します。速報、ノート発信者情報開示訴訟、令和5年8期第2094号、やはり先週では決着つかず、次回が FINALROUND か。当事者の堀口秀俊氏のプレスリリースが待たれる。小ネタだが説明しよう。堀口くんが裁判官の心証開示を聞いたのであれば12、20期日には間違いなく日本にはいたことになる。なぜなら内容が本人または代理人以外に漏れる可能性のある電話 FAX で心証開示が行われることはありえないからである。またボケ掘っててササパンダ。
もろちん、皆様は、堀口くんが今どこにいるのかは、大体お察しかと思います。ただ、改めて言われると、笑ってしまいます。堀口くんが最近、裁判関連の書面を受け取っていない、という情報もあります。アルパカ社長のように、海外に滞在しているのが本当なら、書面の受け取りが遅れるのは、仕方ない面もあります。しかし、もし仮に、本当は日本にいるのに、受け取るのが嫌だからという理由で、書面の送達から逃げ回っていた場合、それは大丈夫なんでしょうか。学習院告発サイトでは、ただでさえ堀口くんの負けが濃厚なのに、もう裁判所からの印象は最悪です。むしろ学習院告発サイトの裁判で負けたいのではないか、と疑ってしまうレベルで、堀口くんが意味不明なムーブを繰り返しています。どうやら、電話で心証開示する場合もあるみたいですね。こちらについては訂正します。むむ。ただ、よく考えたら二重か期日で、もざ口くんが、21日から海外って言ってたので、やっぱ日本にいるわ。あ、やっぱりそうなっちゃいますか。堀口くんロンドン留学説を、推したいところではあるのですが、現状やはり日本にいる可能性が高い、と言わざるを得ません。さて次は、堀口くんの最近のポストを、いくつか引用します。今空あかねこと水原清輝の投稿記事を遡って確認していたら、あたかも私が慶応義塾大学や、国際キリスト教大学 ICU の入学試験に、失敗したかのように述べていました。根も葉もない噂で意味不明、それに、もし本当だとしてもプライバシー侵害、しかも、ご自身こそ他人を笑える大学ご出身なんですかね。ああ、確かに一時期、そんな話が出ていたこともありました。しかし忘れていました。今言われて思い出しました。こちらは、2024年1月28日に投稿されたポストです。え、今更ですか？今更それを持ち出すのか？困惑。例えば、〇〇さんは、学歴詐称をしている、などと言うと、リーガルアウトになってしまう可能性があります。しかし、〇〇さんがどこどこの大学の入試に落ちた、といった場合は、ギリセーフだと思うのですが、いかがでしょうか。リーガル動向の話を抜きにして、プライバシー云々の話を、必要以上にしない方が良いというのは、確かにその通りです。しかし、学習院告発サイトで、複数の人間の個人情報を公開しているのに、入試に落ちたとかいう情報に対して、プライバシー侵害だ、というのは、基準がよくわかりません。他人の個人情報をボロン、するのは政府で、入試に落ちたという情報を流されるのは、NG ということでしょうか。せめて価値基準を統一してください。なぜ他人にするときと、自分がされるときで、価値基準が大きく変わるんですか。おかしいでしょ。そもそも一般論として、他人の大学を笑うこと自体、失礼極まりないですし、恥ずかしい行為です。というか、リアルで学歴煽りなんかしてる人、ほぼ見かけたことないんですけど、とりあえず一つ言えるのは、ネットで学歴煽りなんかしているのは、ネットに毒された、特殊な人ばかりだということです。KCL に受かったのですから受験に全部失敗したと言われる根拠もありません。 IELTS も KCL の入学条件を満たしたのだから成功です。それに留学に先立って退学したものの学習院大学に受かった以上、所詮は近畿大学止まりの人に受験に失敗したと言われる筋合いはありません。言っていることがめちゃくちゃで何一つ共感できません。ただ受験に失敗した根拠がないという堀口くんの主張はまだわかります。問題は近畿大学止まりという表現です。全ての近大生と近畿大学 OB に対して宣戦布告し始めましたよ。堀口くん、さすがはチャレンジャー精神が豊富な25歳自称学生です。ひゅー、かっこいい、堀口くん。だからそういう発言をするなって、いつも言ってるでしょ。秀俊、なぜ言って良いことと、ダメなことの区別がつかないんですか。いい加減にしなさいよ。おん、堀口くんが、近畿大学に宣戦布告するのは、勝手ですけれども。こういう風に、多くの人を不快にさせるような言動を、無意識にしてしまう人は、ネットやらない方がいいですよ。無意識に周りを傷つけ、自分も傷つけ、周りを巻き込んで不幸にする。結局はそうなるのがオチです。そうなりたいのなら、好きにしてください。どこの大学に落ちたと噂を流すとか、デマを流して謝罪もせず知らんぷりを続けるような人物は、一般にクズです。ご自身をクズじゃないと思うなら、さっさと謝罪してくださいね。いずれにせよ、近畿大学にしか入れない分際で、よく私の学歴や受験を嘲笑できるものです。身の程を知れ。正体表したね。堀口くんの本心が、よく出ているポストです。読んでいるだけで頭おかしなりそう。プラス肉肉店、小林 T の件を、未だに訂正も謝罪もしていない、堀口くん自身に、ブーメランがぶっ刺さってしまうんですよ。自傷行為は、やめてもろて、さっさと謝罪してくださいねは、こっちのセリフじゃい、さっさと小林 T に謝罪して、あのノートを訂正してはいかがでしょうか。もし本当だとしてものくだり必要、嘘だと断じられない後ろ暗さがない、些細な言い回しで邪推する癖は早めに直すべきです。でも、よく考えたら、本当じゃなくても私生活上の事実らしく受け取られる恐れのある事柄だから、プライバシー侵害が成立しますね。また、名誉毀損も成立しうるし、公共性や公益性のない事柄ですから、違法性阻却事由も存在しません。なるほど、確かにそうかもしれませんね。ではなぜ堀口くんは、その件で暇空あかね様を訴えていないのでしょうか。賞賛があるなら、新たに訴えを起こすか、訴えを追加するなりして、裁判で争えば良いんじゃないでしょうか。堀口くんは今、暇空あかね様に対して、いつでも裁判を起こせる状態です。それなのに裁判で争わずに、X でグダグダとレスバトルをしている時点
件で、裁判で訴えても勝てないから、X でグダを巻いているのではないか、と思ってしまいます。諸陳正義の心を持つ堀口くんなら、きっと裁判で白黒はっきりつけてくれると、信じています。頑張れ秀俊、負けるな秀俊、ここまで言って、まさか裁判しないなんてことは、ねえよなぁ。というわけで、リーガルバトル頑張ってください堀口くん。さて次は、暇空あかね様のポストから、引用します。事実だけまとめても、ホラーなんよな。学習院を2ヶ月だけ通って、3年間在籍した後中退したやつが、自称 KCL オファーされた学生を名乗り、オファー書類と言って、本人が挙げている書類の入学条件を、本人が公開したメリットが満たしていなく、2020年に一度も都営せず、入学したと主張、大卒の俺は追ってくる。そう見に知恵が回ってれば、こんな謎なムーブ意味不明だと気づけるはずなんだけど、そう見に回ってないんだろうな知恵が。堀口くんに、この皮肉の意味、伝わってなさそう。もうね、ただ事実陳列されるだけで、ホラーなんですよ。カルピス軍団は誰か堀口くんに、教えてあげてください。あっても、もうカルピス軍団の中でも、イサウトが作られてるんでしたっけ。じゃあ無理ですね。諦めてください、秀俊。さて、次行きます。1月27日に匿名掲示板に現れた、秘書っぽい人の書き込みを紹介していきます。あくまで秘書っぽい人、であって、大前提別人ということでよろしくお願いします。それでは引用していきます。お疲れ様です。今夜あたりログインボーナスを出そうと思っています。何時くらいにしましょうかね。いやあ、すごいですね。もうこの、初っ端の書き込みからして、全然空気が読めていません。堀口くんはちゃんと、秘書の教育をしているのでしょうか。ちゃんとしつけないと。ダメじゃないですか。ヤクモ非開示の件は、大丈夫なん。東京地裁と大阪地裁で判断が分かれる中、大阪地裁は東京地裁に比べて慎重に判断していますね。もっとも、大阪地裁で数名が非開示になっても、その何倍も東京地裁で開示されるから問題ありません。大阪地裁で開示に失敗しても、東京地裁で開示されてるから大丈夫、という謎のガバガバ理論を展開しています。というか、堀口くんに対して、個人情報の開示を認めていること自体が、まずおかしいです。あれだけ過去に、個人情報の扱いでやらかしている人物に、個人情報を開示するという判断を下した裁判所は、何かあった時に責任を問われることになりますが、大丈夫なのでしょうか。むしろ、東京地裁は大丈夫なのか、と心配になってしまいます。まあ、嵐が湧いてくるだろうけど、構わん方が良いとは思うよ。時間も予定しない方がいいでしょ。確かにそうですね。それでは、今日または明日の夜にログインボーナスがある、内容は暇空あかねがまた負けた、とだけ予告しておきます。自信満々な様子で、勝利を確信する秘書。しかしログボ笑いは、蓋を開けてみたら秘出の情報で、ほとんど話題にもなりませんでしたとさ。秘書探、かわいちょ。なんであのログボ笑いで、盛り上がると思ったのでしょうか。他人に質問する態度とは思えない相手には回答しません。あしからずご了承ください。めちゃめちゃ存在でささファンだ。この秘書っぽい人、やたら王者の風格が漂っていますが、王族の生き残りか何かでしょうか。匿名掲示板で、謎に礼儀を求めるあたりが、面白いです。例えるなら、スラム街に、自分から突っ込んでいって、お前ら綺麗な服を着ろ、敬語を使え、礼儀正しくしろ、と、勝手に一人ではめいているようなものです。勘弁してクレメンス、空気の読めない秘書に対して、以下のような反応もありました。答えられなくて逃げちゃったささ、違うね。都合が悪くて答えられないんだね。まあお前が答えなくてもそのうち暇空がバラすけどな。2月はカンバラ弁護士に送った書面ネタで大ネタあるらしいな。大まかなスケジュールは決まってんの。開示だけじゃなくて本訴訟が何件か始まれば、黙るアノンも多いと思うんだが、部外者から見ていても、これだけの量を最後までできるのかは正直不安なんだわ。なんとなくは考えているものの、結局、発信者情報開示はプロバイダのスケジュール感に左右されますからね。まだこんなこと言ってるやついるのか。堀口くんが全ての裁判を最後まできっちりやるわけないでしょ。何件かは訴えるかもしれませんが、開示した数千件を全て訴えるなんてことは物理的に不可能です。そんなこと少し考えればわかりそうなものなのですが、世の中にはそんな当たり前のことすらもわからない人も一部いるようです。さすがはエコチェンスレミン、面構えが違います。かわいちょ、発信者情報の保有を確認したり、発信者に意見紹介したりするスケジュールはプロバイダによって異なるし、やっぱり件数や回プロバイダの多い大手キャリアは時間がかかりがちです。もっとも、最悪の場合は弁護士会に委任して弁護士会紹介を使うか、事件を分割して申し立て直すか、なんですがね、暇空は裁判出てこないだけだが、堀口はイルス、暇空より情けないチキンは初めて見たわ、イルス、していませんよ。皆さん、イルスはしていないそうです。これも後でわかることなので、後で答え合わせできますね。さあ果たして秘書は本当のことを言っているのでしょうか。暴れ回る秘書っぽい人に対して、すれないでは、次のような反応がありました。秀俊の勝ちましたって、野球で言えば、よくて
生1点取りましたってだけなんだよな。結果ボロ負けは目に見えてるから、1点取ったことにしがみつくしかないのだろうけど。そうだ、アルパカ社長のライブで見たけど、トットナム校と駅で写真撮ったから勝ち。って爆笑したよ。カンバラ弁護士にあの写真送ったらしいけど、カンバラ弁護士が欲しいのは都営の証明ではなくて、在学の証明だと思うよ。都合の悪い質問は一切答えません。AP 開示は失敗。ノートからは異議申し立て。X からは起訴命令申し立て。旗から見たらもう終わりだろこれ。特に X からの起訴命令申し立てが万が一。これまで X から開示した全アカウントへの起訴命令申し立てなら、完全に終わる。お前このスレくんな。お前のせいで暇そらおれねえんだよ、チキン野郎。と、散々な言われようでした。しかし、秘書が罵倒され続ける横で、エコチェンスレミンの一部は、秘書探を鉄砲玉として使い潰すために、必死に空気を入れ続けています。そして、それに気持ちよくなってしまい、良い気分になってしまうのが、秘書なのです。本当にどうしようもねえな、こいつ。そういう意味だと、やはり悪質なアカウントを優先して対処、とは思っています。例えば猫800とかは重点的に対応ですね。いやまあ、誰を優先するのかは自由ですよ。しかしあくまで個人的な感想を言わせてもらうと、猫八様は最後の方でいいでしょ。コラボだって、猫八様を訴えてないでしょ。あれを訴えるのは、だいぶきついと思いますよ。本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。今日は1月31日です。もう1月も終わりです。早すぎるだろ。私の感覚では、つい数日前ぐらいに、お正月が来たという感じなのですが、時間というのは残酷なもので、ただただぼーっと過ごしていても、時間は容赦なく流れていきます。若い頃の貴重な時間を、無意味なことに費やしている、どこかの誰かさんも、いずれ自分の人生を振り返った時、めちゃくちゃ後悔するんじゃないですかね。いや、彼は自分の非を認めることをしないので、いくつになっても、後悔しないかもしれません。果たして彼は一体、どこまで行くのでしょうか。2月が楽しみです。2月の動き次第では、この騒動の終わりも、徐々に見え始めてくるかもしれません。堀口系 YouTuber の方々は、そろそろアフター堀口に向けて、心の準備をしておいた方が良いかもしれません。さて、それでは本題に入ります。最近の堀口秀俊学会では、堀口くんの退学に関する話題が出ていました。そこで今回は、堀口くんの過去ポストから、退学に関するポストを引用して、知見を深めていきたいと思います。それでは早速、古いポストから順番に、見ていきましょう。2021年3月9日、念のため事実関係を整理しておくと、私は以前、学習院大学在学中に、ヨット部他学内での飲酒強要や未成年飲酒の実態を告発したら、教職員や他の学生から嫌がらせを受けて退学しました。その後、ロンドンの大学に入り直して、現在に至ります。その告発した相手方に、清谷さんは詮索しています。3年前から、清谷真一様と揉めてるの笑う、まるで、古い戦場の痕跡を、発見したかのような気分になり、股間からパンダが生えそうです。ここでは堀口くんは、教職員や他の学生から嫌がらせを受けて退学しました、と語っています。しかし、このポストが投稿されたのは、約3年前です。時間が経つにつれて、堀口くんの発言が変わっていきます。約7ヶ月後の、堀口くんのポストがこちら。激しく同感、悪質なデマや中傷に真っ当な反論や訂正で対抗しても、ほとんど浸透しません。不当に傷つけられた名誉や尊厳、失われた時間は完全に回復できません。このピターでも、またハラスメントで退学を余儀なくされた学習院大学でも、幾度となく痛感させられました。嫌がらせを受けて退学した、から、ハラスメントで退学を余儀なくされた、という主張に変わっています。ハラスメントと嫌がらせは、微妙にニュアンスが違うような気がしますが、まあ講義では同じようなものである、と弁解すること自体は一応可能です。この表現の違いだけなら、取り立てて追及するほどでもありません。しかしちょっと引っかかります。この表現の変遷であれば、ギリセーフな気もしますが、これ以上表現が変わってしまうと、ちょっと危なっかしい感じがします。大丈夫ですかね、堀口くん。ちゃんと設定守ってくださいよ。学生がレイトローを間違えるならまだ良いもので、都営のため取得した、学習院大学の退学証明書英文には、税学部ファカルティオブラと書かれていました。もちろん、正しくは法学部ファカルティオブラ。なお、公的な書類ですから学長のサイン付きです。やめてロンドンの大学に来て正解でした。この発言を見る限りでは、堀口くんが自分の意思で、自ら進んで学習院大学を辞めた。という風にも解釈できます。退学というのは、自分から学校を辞める、あるいは辞めさせられる、という両方の意味を含んでいます。ハラスメントで退学を余儀なくされた、と聞くと、半ば強制的に辞めさせられた、という印象を受けるのですが、それなら、大学に通わなくなってから、約3年間も、学習院に席だけ置いて、在籍だけしていたことの説明がつきません。堀口くんのポストだけを見ると、大学に通いたかったのに、周りからハラスメントを受けて、大学を辞めるしかなかった、という印象を受けます。しかし実際は、約2ヶ月で大学に通わなくなり、その後約3年間、無駄に大学に在籍だけして、最終的に退学しているのです。なんやこれ一体、頭おかしなるで。海外
外留学したいんだったら、学習院に通わなくなった2ヶ月目の時点で、さっさと学習院を辞めて、ロンドンに留学すればよかったのではないでしょうか。まさかとは思いますが、この3年の空白期間は、学校にも行かず、悠々自適な日々を送るために、大学になるギリギリまで、問題を先送りにしていた。なんてことはありませんよね。さすがに堀口くんが、ニート生活を維持するために、大学の学費を親に払わせていた。なんてことは考えにくいので、きっと何か特別な理由があって、学習院に席だけ置いていたのでしょう。その理由はきっと学習院を告発するためです。堀口くんは正義のために、学習院に3年間無駄に在籍したまま、戦い続けていたのです。かっこよすぎるだろ。しかし、今後もしかりに、学習院告発サイトの裁判で、敗北してしまうようなことがあれば、堀口くんの空白の3年間は、完全に無駄だったことが、司法の手によって証明されてしまいます。民主主義国家に生きる私たちは、司法の決定には従わなければなりません。そして 100% ではないものの、学習院告発サイトの裁判では、かなりの高確率で、堀口くんが負けることになるでしょう。そういう意味でも、学習院告発サイトは、堀口くんの人生そのものなのです。だから仮処分が出ても、意地でもサイトを消さないのでしょう。しかし、堀口くんが今やっていることは、問題の先送りでしかありません。そんなことをしていても何も解決しませんし、いずれ後悔するだけです。さて、堀口くんは後に、適応障害で退学した、という旨の発言をされています。引用します。日本の大学にいた時に部活での未成年への飲酒強要他学内の不祥事を告発したら大学を貶めたと他の学生や教職員から責められました。でも、大学を貶めたのはハラスメントの加害者たちのはず、私は適応障害を発症して、退学を余儀なくされました。学習院大学での出来事です。堀口くんの、現存する X アカウントで、適応障害という言葉を含む、最も古いポストが、2022年10月1日投稿の、今紹介したポストです。堀口くんは、自分の受けた被害を、全力で周囲にアピールする癖があります。もし堀口くんが適応障害だったら、最初からそのことに言及して、大声でアピールするのではないでしょうか。なぜ適応障害について、過去ポストで言及していなかったのかは、よくわかりません。もろちん、たまたま忘れていただけだと思います。適応障害になるレベルの、壮絶なハラスメントを受けたのなら、刑事と民事の両方で、法的措置を取ることができるのではないでしょうか。すぐんだーをする堀口くんだったら、取れる手段の全てを使って、反撃しそうな気もします。しかし堀口くんはなぜか、法的措置を取らずに、学習院告発サイトとかいう、とんでもなくヤバいサイトを作るという、よくわからないムーブに出ているのです。学習院時代はお金がなくて、訴えることができなかった、という理由があるのかもしれません。確かにその主張は、一見正しいようにも思えるのですが、私はそうは思いません。なぜなら堀口くんの親は、バリバリに稼いでおられるようで、子供の頃から高価な PC やゲームなどを、頻繁に買い与えてもらっていたそうです。また、欲しいと思った本なども、大抵は買い与えてもらっていたそうです。そういった親であれば、息子が大学で、集団からハラスメントを受けて、退学を余儀なくされた。となれば、怒り狂って、法的措置を取る費用ぐらいは、出してくれるのではないでしょうか。なので、お金がなかったから法的措置を取れなかった、という言い訳は、違うのではないか、と私は思います。ただまあ、何かしらの理由で、当時の親がお金に厳しくなっていて、法的措置の費用を出してくれなかった、という可能性もありますが、いやでも、法的措置の費用を出すことを拒否されたのなら、堀口くんはそのことを、一生根に持っていると思いますし、絶対にノートで自分が足りしていると思うんですよね。ノートで自分が足りしていないということは、そもそも親に対して法的措置を取ってほしいと頼んですらいないという可能性もあります。ちなみに学習院告発サイトは1月31日現在普通に残っております。外悪サイト早く消せや。おん。そして堀口くんはつい3日前にこんなポストを投稿されています。引用します。 KCL に受かったのですから受験に全部失敗したと言われる根拠もありません。 IELTS も KCL の入学条件を満たしたのだから成功です。それに留学に先立って退学したものの学習院大学に受かった以上所詮は近畿大学止まりの人に受験に失敗したと言われる筋合いはありません。堀口くん、過去発言と矛盾してますよ。これは一体どういうことなんですか？堀口くんの学習院退学に関する発言をもう一度改めて振り返りましょう。教職員や他の学生から嫌がらせを受けて退学しました。ハラスメントで退学を余儀なくされた。辞めてロンドンの大学に来て正解でした。自分から辞めた。私は適応障害を発症して退学を余儀なくされました。留学に先立って退学したものの。というわけで堀口くんの過去発言を整理すると、教職員や学生から嫌がらせやハラスメントを受けて適応障害を発症し学習院大学の退学を余儀なくされたものの、留学に先立って退学したためロンドンの大学に来て正解だったということになります。あーもうめちゃくちゃだよ呆れ。きっと
留学の準備をするために3年かかったのでしょう。空白期間の3年間は留学のための準備をしていたに違いありません。適当。この件に対するネットの反応を一部紹介します。結論は退学した。理由は思い込み。可変式設定。適応障害なんて診断書出せないなら勝手に書いちゃダメっぽいけどね。ま、きっと彼ならそうじゃないというならその証拠を出せとか言って自分は何も出さないんだろうけど、本当その瞬間瞬間に生きてるんだな。しかし戦争学部の設定だけは中略死守したいんだ。不思議だね。何パターンあるのでしょうか。アイコン似てるけど全部別の人の話なのかな。人生いろいろあるよね。申し訳ないけど近年の学習院大学って近畿大学を大冗談から見下せる立場ですか。偏差値的に。しかも卒業できてないし。もし KCL を卒業できなければ高卒。大学理由いろいろあるんだな。過去との戦いは続く。世界線が分岐してる笑い。大学の4段活用かな。グラデーション大学理由。近代の水産技術知らねえんだろうな。まさか第二魔法の使い手ってこと。やはり堀口くんの最大の敵は自分自身のようです。過去の自分と今も戦い続けているなんて全問答みたいで良いですね。これだけ全方位とバトルしながら過去の自分とも戦い続ける男、一体どれだけ敵を増やし続ければ気が済むのでしょうか。さて次は堀口くんのポストを引用しつつ話していきたいと思います。堀口くんは最近在学証明書の件についてやたら X で詰められています。その時のやり取りを一部紹介します。在学証明書は本当埋め込まれているはずなので墨消しでは本当は変わりませんよ。イラストラトアとかで作業したんですか。アクロバットでは絶対本当は変わりません。こちら回答済みです。省略。では本当埋め込みが解除されない方法で再度示せば解決ですね。よかったですね。具体的にどんな方法がありますかね。ただし以下3つの条件が前提です。住所をマスキングできる。非表示情報としても絶対に残らない。検証できるようにファイル形式は PDF のままが望ましい。堀口さん、疑いを晴らすのであれば以下の手順でどうでしょう。1、在学証明書の原本とそのフォントが並んだ画面スクリーンショットを取得。個人情報は隠す。に自動無機能で埋め込み解除後の在学証明書墨消しごとそのフォントが並んだ画面スクリーンショットを取得。さん、2の生成元が1と証明。この他にも堀口くんは様々な証明方法を周りから教えられます。なんとしても堀口くんの潔白を証明させようと頑張る人間の鏡。そんな優しい方々の提案に対して堀口くんはこのように返信しました。なんか因縁をつける余地を残しそうですね。ちょっと検討が必要に思えます。在学証明書の件について散々詰められた結果よくわからない言い訳をして逃亡する堀口くんでした。うん、知ってた。焼肉のレシートとか誰も気にしていないようなどうでもいいところではわざわざレシートまで出してきて全力で反論してくるのに、なぜか在学証明書は固くなに出そうとしないという、なんでなんでしょうかねー。不思議ですねー。さて次行きます。最近堀口くんは X で長時間スペースに参加しているけどどんだけ暇なんだよみたいな感じで突っ込まれています。これに対する堀口くんの反応がこちら。作業やりながらスペースに参加しているし残米とは言うけれど毎日じゃありませんからね。それに SNS で居場所を特定されて刺されたり学校や友人に迷惑がかかったりするリスクは犯せません。最近はインスタグラムも更新していないし XQTwitter でも写真を過去形で載せるに止めていますよね。いや誰も堀口くんに対して物理で行こうとしないと思うんですけど、そりゃあね暇そらあかね様レベルだったら可能性がゼロではありませんよ。令和の時代だから可能性は低いですがゼロではないでしょ一応。でも堀口くんレベルで刺されるのを警戒していたら世の中のインフルエンサーなんて生活できないじゃないですか。何を言っているんですか堀口くん。いい加減にしてください。さすがに自意識過剰すぎます。どんだけ自分が大物だと思っているんですか。堀口くんの X のアカウントフォロワーが9000人ぐらいしかいないでしょ。物理を気にするならせめてその数十倍のフォロワーがついてから言ってください。例えばもし仮に怖い人たちと強いつながりがあるとかなら物理が結構怖いですけれども、堀口くんは別に怖い人たちと強いつながりがあるわけではないですよね。なので考えすぎです。だいたい赤坂夫婦しといて物理にビビり散らかすのはガチで意味がわかりません。確かに残米は言い過ぎました。撤回します。ラジオのパーソナリティじゃないのでずっとマイクに張り付いているわけじゃありません。マイクをミュートにしてトイレに行ったり食事を取ったりなんなら仮眠している時もあります。他の参加者には失礼ながら作業や考え事でスペースに集中していないことも多々あります。結構失礼な発言でササパンダ。堀口くん気持ちはわかりますがあまりそういうことを大っぴらに言わない方がいいですよ。カルピス軍団に失礼ダルルを
モロチン、常時喋っているわけではないにせよ、KCL の授業や課題をこなしながら、あれだけ長時間のスペースに参加し続けているというのは、ちょっと無理があります。私も全てを見ているわけではないのですが、堀口くんが喋っている場面も、そこそこありました。ああいう感じで、会話に参加する余裕があるのなら、暇空茜様とのスペースにも、参加できる時間ぐらいはあったのではないでしょうか。30分から1時間程度であれば、話せる時間は十分作れたはずです。多忙のためにスペースに参加できない、というのは、やはりただの言い訳だったのでしょう。というか、多忙のためにスペースは参加できない、という言い訳をして、スペース開催を延期してもらったのに、その後に何時間もスペースに参加しているとか、面白すぎるんですけど、堀口くんってナチュラルに、その行動、受け狙いでやってるのか、みたいなムーブを、よく披露してくれます。私の指名や連絡先を用いた、なりすまし爆丸予告が発生しました。今度は東京都港区内の企業の問い合わせフォームで、同社オフィスに爆丸を仕掛けた、旨が送信されたようです。今回も送信時刻は早朝、早起きしたからまたは寝つけないからと、爆破予告を思い立ったのでしょうか。これは許せませんね。爆破予告はいろいろな方面に迷惑がかかります。一刻も早く、犯人が逮捕されることを願っています。さて、次行きます。堀口くんの親族の元に、怪文書が届いているそうです。昨年に親族に宛てて届いた怪文書、私をホビッチョと呼称したりガシマンテと取り扱ったりした上に、私の似顔絵とともに英国やデキン中とも書かれています。どれも暇空茜こと水原清輝が生み出した、別称やデマによるものです。FAX 版だと文字を読みやすいので、念のため添付します。この怪文書の内容については、今回は紹介しません。あと、この怪文書を送ったと思われる人物についても、言及しません。皆様も、送ったのが誰なのか分かったとしても、名前などは出さないことをお勧めします。もしかしたら、そういうトラップかもしれないので、なんというか、送ったと思われる人には、ガチで一切関わりたくないです。はい、ガシマンテはさすがに、堀口くんとは別人ではないでしょうか。私はガシマンテの正体は、堀口くんの親友だと思っています。ガシマンテの正体について、実際に足を使って、調べている人が、少なくとも一人いるようなので、もしかしたらいずれ、正体が明らかになるかもしれません。震えて眠れ、怪人ガシマンテ、暇空茜様はあくまで、ガシマンテという怪人について、過去のネット上の投稿を調査して、発掘されたものをまとめていただけで、ガシマンテの正体が堀口くんだとは、一言も言ってなかったですけども、この怪文書と、暇空茜様を結びつけるのは、ちょっとよくわかりません。どうしても暇空茜様に対して、責任転嫁をしたいという、鋼の意志を感じます。欧米に延々と、身体的特徴のやゆ誹謗ないし、上昇を繰り返されたり、風俗店の出入り禁止になったとするデマを流されたりしたら、正常ではいられません。暇空茜こと水原清輝たちは、私に癇癪を起こした、とのたまうものの、こうやって精神的に追い込んで、癇癪を起こさせているのです。自覚せよ。堀口くん、それは違いますよ。もし仮に、多くの人たちから誹謗中傷を受けていた、被害者がいたとしても、ナイフでモニターを破壊する様子を、写真撮影して、それをネットにアップする人なんて、私は見たことがありません。堀口くんは、他の人がやらないであろう行動を、平気でやっています。例えば、最近では、誹謗中傷に対して、弁護士を雇って法的措置を取るという人も、徐々に増えてきました。誹謗中傷の被害者で、が突をネットにアップしている人が、他にいますか？少なくとも私は、そんなことをしている人を、堀口くん以外に見たことがありません。例えばですよ、誹謗中傷してきた人に対して、堀口くんがブチギレたり、レスバしたりするぐらいだったら、まだわかりますよ。しかし、いくら気に食わないことがあったからといって、モニターをナイフで破壊するのは、さすがに、やりすぎ行き過ぎです。そもそも、知名度のある有名人は、大抵ネットで大量の誹謗中傷を受けていますよ。少し探せば、訴えたら勝てる書き込みは、割と出てきますから、99% の有名人は、わざわざ訴えたりしていないだけで、相当な数の誹謗中傷を受けているのです。もろちん、それが良いことだとは思いませんが、知名度がある人物であれば、誰でも誹謗中傷を受けているということです。私みたいな、小物 YouTuber ですら、そこそこ誹謗中傷されてますからね。まあ私を中傷しているのは、ほぼ全員がアルミホイル系の、リバイコアンチですが、例えば、辻ちゃんも、めちゃめちゃ誹謗中傷されてるでしょ。それこそ堀口くんとはシャレにならないレベルで、ボロクソに言われています。そういう芸能人はたくさんいます。でも辻ちゃんが、いきなりが突し始めたら、周りは全員ドン引きするでしょ。そういうことなんですよ結局は、堀口くんがが突するのは、周りのせいではありません。気に食わないことがあった時に、自分の感情をうまく処理することができず、物に当たることで、うさばらししているだけです。堀口くんももう25歳なのですから、いい加減、物に当たるのはやめて、
節度を守った言動をしてください。大体堀口くんは暇空茜様と出会う前の過去に炎上した時からが突していたじゃないですか。なので暇空茜たちのせいで神話が突しているという主張は嫉妬です。元から堀口くんが特殊技能のが突を習得していたことは明白ですよね。自覚せよ。暇空茜こと水原清輝は原告の調査によるとと言いながら所証もなく私が在学証明書を偽造したと主張していました。ぜひ私が風丸店を出入り禁止になったとする主張や立証もしてほしいものです。それが不可能ならさっさと謝罪と賠償発言の撤回をせよ。暇空茜様は別にガシマンテの正体が堀口くんだとは言ってないでしょ。大体自分は最新の学生証明書や ATDD 同意書など一発で在籍を証明できる書類を一切出そうとしないのに他人には証明を求めるのは矛盾しています。自分は一切証拠を出さないのに他人には証拠を出せとおらつくスタイル、さすがは堀口秀俊くんです。昨年に〇〇県に在住の中高年の女性から親族に届いた怪文書です。もともとは発信者情報開示請求の手続きについて意見や情報を交換していたものの突如このような嫌がらせを始めました。この怪文書の詳細については紹介しません。それにしても送った人物がどこの県に住んでいるのかや大まかな年齢などを平気でボロンしています。最近では何かあればすぐにプライバシー侵害ですよねと連呼してくるくせに自分は他人の個人情報をナチュラルにボロンしていくスタイルなんだろう。まるで息をするようにボロンするのやめてもらっていいですか。ふふボロンふふボロンしてんじゃねえよお前は秀俊本当にやめてください。そういうとこやぞ秀俊お前のそういうところこれから一緒に直していこうな。この女性はその後も親族に怪文書を送付しました。やはり暇空茜こと水原清輝のデマに影響されてあたかも私が東南アジアで風丸に行って犯罪に手を染めたかのように述べています。暇空茜こと水原清輝によるデマのせいで根も葉もない噂が広がり続けています。早く責任を取れよ。東南アジア云々の件は過去にも堀口くんが言及していましたがおそらく暇空茜様はそんなことはおっしゃっていなかったはずです。堀口くん誰か別人の件と混同していませんか。この件で暇空茜様に対して責任を取れと言われてもどうしようもないでしょ。一体どうしろというのでしょうか。大体去年届いたという怪文書を今さらボロンする意味もわかりません。なんかこれ怪文書をそのまま拡散したらリーガル的にヤバそうですし怪文書の内容には基本的に言及しない方が良さそうです。親族に対して怪文書を送りつけることが良いことだとは思いません。しかし文面を読む限りでは堀口くんを止めてほしいと両親にお願いしているようにも思えます。手紙を送ることが必ずしも良いことだとは思いませんがこの手紙を送った人物はおそらく堀口くんを助けたかったのではないでしょうか。なぜ余計な情報まで添付してしまったのかは謎ですが、なので堀口くんがこの手紙を見て暇空は責任を取れよなという反応を示すこと自体が嫉妬です。そうやって他人の助け舟を蹴り続けた結果どうにもならなくなっているということになぜ気がつかないのでしょうか。なぜ世の中には富士おじのように周りが助けようとしているのにその手を取らずに自分から勝手に沈んでいって逆恨みするやべえやつが一定数いるのでしょうか。笑い本当に勘弁してください。冗談きついですよ堀口くん。なおこの女性はこれらの怪文書の送付に先立って突如 LINE アカウントに誘導する QR コードを送付するとともに堀口さんのことは異性としても好きと恋愛感情を伝えてきました。あいにく微塵も興味のない相手だったので見なかったことにして LINE も登録しませんでした。やかましいわ何を言うとんねんお前は相手に失礼でしょ。やめなさい秀俊。この女性が私に対して恋愛感情を伝えてきたためこの女性の行為がストーカー規制法違反になる可能性が浮上しました。そこで警察に被害を相談したところこの女性の元を生活安全課の捜査員が訪れこのような行為を止めるように厳重注意したようです。手紙を送る行為がストーカーになるなら大人数に示談要求メールを定期的に送り続けることの方がはるかにヤバい気がするんですけどそれは大丈夫なんですかね。おそらくですけどこの女性の方も本気で恋愛感情があったわけではなくちょっと大げさに言っていたのではないでしょうか。堀口くんは冗談や皮肉があまり通じないので真剣に受け取ってしまったのかなと思います。本日も堀口秀俊スペシャルの時間がやってきてしまいました。お久しぶりです。少しお休みをいただいておりました。この3日間一体何をしていたかというと黒すみれさんと一緒に温泉旅行に行っていました。おうそ冗談ですよ堀口秀俊くんみたいに冗談を真に受けないでくださいね。さて速報が入ってきました。なんと堀口くんの人生そのものである学習院告発サイトが消えたということで堀口秀俊界隈が大いに盛り上がっています。2024年2月4日13時現在改めて学習院告発サイトを確認したところこのサイトにアクセスできませんという文字が出てきてサイトに繋がらない状態です。いや、なんでこのタイミングで消えるんですか。
相変わらず、堀口くんの考えることは、よくわかりません。今のところ、告発サイトが消えた件について、堀口くんは特に言及していません。なので一応、堀口くん本人が削除したわけではなく、エラーやサーバーの不具合で、一時的にサイトに繋がらない状態になっている。という可能性もあります。はい、豚様の開示の件で、学習院告発サイトの件が指摘されていて、さらに仮処分が出ている状態なのに、未だに告発サイトを削除しないことも、指摘されています。もしかしたら堀口くんが、あかん、このままじゃハイブタの開示が通らない、せや、ハイブタの開示を通すために、告発サイト消したろ、と思って、消したという可能性もあります。そんなガバガバで、場当たり的な対応をするのか、と思うかもしれませんが、堀口くんは常に我々の想定の、斜め上を超えてきます。堀口くんの行動を予測しようと思ったら、発想を飛躍させる必要があります。調査兵団並みの発想の柔軟さが求められます。ただアナザースカイの方に関しては今現在も見ることができる状態です。どうせならセットで消すと思うのですが、なぜかアナザースカイは残っているという。これもしかして本当にハイブタ様の開示を通すためだけに学習院告発サイトを一時的に削除したとかでしょうか。堀口くんのことですから、ハイブタ様の開示が通ったら学習院告発サイトが復活するなんていう可能性もゼロではありません。この件に関する暇空あかね様のポストから引用します。告発サイトついに消えたの、管理人さんがついに気づいたのか。秀俊は不安よな、管理人動きますみたいな感じでしょうか。通貨管理人は今まで何やってたんですか。謎なタイミングでサイト削除してんじゃねえよお前は。管理人がなかなかサイトを消さないから堀口くんが困ったことになってるじゃないですか。もう堀口くんは管理人を訴えればよいんじゃないですか。学習院告発サイト管理人さんは熱心に俺のことを調べてくるくらい関心があるのに、判決が出ても放置する謎の男だったからな。卑劣です。管理人のやっていることはあまりにも卑劣です。堀口くんの騒動を把握しているのに、なぜか固くなにサイトを削除しない管理人、一体何者なのでしょうか。ハッキングで消えた説もあるの。うおータキシードパンダ許せねえ。マーターのパンダの仕業なのか。堀口くんはいい加減パンダを開示しましょうよ。ちなみに関係あるかはわかりませんが、学習院告発サイトが消えた本日2月4日、堀口くんがノートでプレスリリースを、現時点で5本も投稿しています。いや、でもよく見たら、昨日も2本プレリリを出していました。学習院告発サイトが消えた日と同じ日に、プレリリを大量に出すと、逆に怪しまれてしまうから、前日からプレリリを再開したのでしょうか。堀口くんはどうやら、学習院告発サイトを消すイコール、敗北、と考えているようなので、敗北をごまかすために、プレリリを再開したのかもしれません。なお、学習院告発サイトを今更消しても、個人情報をボロン、するサイトを長期間にわたって公開していた、という事実は変わらないわけで、今更消したところで、どのぐらい効果があるのかは不明です。最後までご視聴ありがとうございました。本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。私が少し投稿を休んでいる間も、堀口くんが激しく動き回っており、そこそこネタが溜まっているので、できるだけ一つずつ消化していきたいと思います。2月5日、14時32分現在、学習院告発サイトは繋がらない状態です。丸1日以上繋がらないということで、もしかしたら本当に削除したのかもしれません。ただ堀口くんのことですから、急にしれっと復活する可能性や、サイトの名称だけ変えて、別のサイトで復活する可能性も十分あり得るので、決して安心はできません。それにしても堀口くん、一体何と戦っているんですかね。仮処分に従わずに無駄に時間稼ぎをして送達から逃げ回ったところで、今後の開示や裁判などあらゆる場面で不利になるだけだと思うのですが、そういう先のことを考えることができないのなら、誰かとバトルするべきではありません。さて、それではまず時事系が開示された件について紹介します。堀口系 YouTuber の白山昆布茶様が堀口くんから開示されたそうです。昆布茶様、おめでとうございます。なお開示されたのは YouTube の方ではなく、X の方みたいです。いやー、ちょっとよくわからないですね。動画に対して開示をかけてみるなら、まだギリわからなくもないのですが、X の方でそんなヤバいポストされてましたっけ。相変わらず堀口くんのやることはよくわからないです。複数のプラットフォームで、必死に開示請求しまくってくる人物なんて、世界で堀口くんぐらいのものでしょ。どんだけ必死なんですか。個人情報に対する、熱いこだわりを感じます。学習院告発サイトを作っていた男が、ここまで必死こいで、他人の個人情報を集めようとしてくるなんて、恐怖でしかないんだよな。裁判所はしっかり堀口くんの AP 開示を拒否しましょうね。なお、白山昆布茶様が今回開示されたのは、X の方の CP 開示だそうです。また CP 開示で生きてるのか。
困惑。なお、申し立て人の名前と住所は、黒塗りとなっております。なので堀口くんと確定したわけではありませんが、堀口系 YouTuber に対して、わざわざ自分の個人情報を黒塗りにして開示してくる人物なんて、おそらく堀口秀俊しかいませんから、開示請求をしたのは堀口くんとして扱います。もし違うという場合は、堀口くんが X などでお気持ち表明していただければ、訂正します。しかし、過去にネットで他人の個人情報をボロン、しまくっておいて、自分の個人情報は徹底して隠してくるあたりが、いかにも堀口くんらしいです。指導精神に溢れていますね。さすがはセブンナイツを従える男、世界の堀口です。モロチン皆様が気になっているのは、昆布茶様の、一体どのようなポストが開示の対象となったのか、という点ではないでしょうか。しかし肝心の投稿内容については、がっつり黒塗りが施されていて、どのような投稿内容なのか全くわかりません。これ、おそらくですけど、投稿内容があまりにも無理筋で、訴えても絶対に勝てないような内容だから、黒塗りを施しているのではないでしょうか。現在の X の開示はガバガバで、本来なら意見紹介が必要な場面でも、X は意見紹介すらしていないことがあるみたいです。しかも開示の基準もひどくて、明らかに訴えても勝てない書き込みも、CP 開示を通しまくっていることが判明しています。なのでおそらく堀口くんは、法的に問題のない、白山昆布茶様の投稿に開示をかけて、とりあえず個人情報を抜こうとしているのではないか、と予想します。もし違うとおっしゃるのなら、堀口くんは今すぐ、投稿内容の黒塗りを外した書面を、公開していただけないでしょうか。白山昆布茶様が、明らかにアウトな投稿をしている、ということであれば、すぐに黒塗りを外すことができると思います。ほら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 、どうした秀俊、早く黒塗り外してみろよ。あれだけ個人情報をボロンボロンしまくっておいて、お前何自分の都合の悪い情報に関しては、全部黒塗りにしてんだ。おん、おかしいだるるを。ダブスタも大概にしとけよ。なお X の CP 開示では、電話番号を抜くことができます。電話番号さえ判明すれば、弁護士会紹介をかければ、どこの誰なのかが判明します。モロチン、弁護士会紹介を単体でやるのは無理で、その後に訴訟することが前提となります。また紹介が却下される可能性もありますが、なので、堀口くんは現在、白山昆布茶様を訴えようと思えば、いつでも訴えることができる、という状態だと思います。すいません、堀口くん。レイヤーのことはどうか見逃してください。白山昆布茶様は訴えてもらっていいので、私だけは見逃してください。というわけで、X の CP 開示で電話番号を抜いた以上は、きちんと訴訟を起こすべきです。もし訴訟まで行かずに、今後もダーを続けるようなら、最初から訴訟するつもりなどなくて、個人情報を抜いて相手を威圧し、示談させるために、開示請求を乱用していることが、100% 確定してしまいます。堀口くんは、そのあたりのことまで考えているのでしょうか。大量開示をするのは良いんですが、その行動がどのような結果を招くのか、きちんと考えてからやってください。白山昆布茶様は、今後出せる範囲で情報を出していく、とのことです。今後も何かあれば、動画で報告があるかもしれません。さて、次行きます。堀口くんに関する、高橋雄一郎弁護士のポストから引用します。斉藤忠幸敗訴判決プラススクープ、堀口秀俊対清谷新一期日報告、プラスガーシー対後津訴訟ほか、プラス津田大輔対高須克也判決用紙、購入して、読んだ。前回すれば、堀口氏が、英国学生寮退去前に、弁護士に依頼したが、訴訟提起が事情で大幅に遅れたところ、代理人弁護士が、退去事実を知らずに、退去前の住所を記載したまま訴えていき、堀口氏もそれに気づかないまま審理が進んでしまったとか、代理人は速やかに、現住所を届ける必要がある。清谷様と堀口くんの裁判では、堀口秀俊は、偽の住所を使っているのではないか、という指摘がなされているそうです。なおこの指摘は、あくまで清谷様サイドがそう指摘している、というだけであり、現時点では 100% 事実だと確定したわけではありませんので気をつけてください。ただ、清谷様のことですから、このあたりの裏は取っていそうな気もします。ロンドンの現地で調査するレベルですから、何か証拠を掴んでいるという可能性も十分にあります。良い風に解釈すれば、確かに高橋弁護士のおっしゃる通り、連絡の行き違いがあった。という風に解釈することもできます。ただ、堀口くんがこれまでやってきたことを考えるとね。どのように解釈するかは、皆様にお任せします。秘書の主張では、誤記、ということなんでしたっけ。女性支援団体か。お前は、依然とある人物が、ロンドンに行くことをほのめかした時も、堀口くんは過剰反応して、発狂していました。おそらくロンドンまで来られると、何か困ることがあるのでしょう。何か隠していることがバレてしまうので、困る。とかでしょうか。もろもろチンチン、チンチチン、これはあくまで私の妄想です。なお、これから引用するポストは、あくまで一般論です。そういえば、自分でネットで他人のなりすまし行為をしていた、判決でもそう事実認定された、にもかかわらず、なりすまし被害を受けたことを、自分から盛んにアピールしていた人がいたよね。不自然に被害申告をしている人を見たら、いろいろな可能性を考えた方がいいかもね。あ、いましたね、そんな人。具体的に誰とは言わんが、頭おかしなるで。まあでも、
そこまでする人は稀なので、滅多にないケースだと思いますよ。例えば今、とある人物を名乗った、大量の嫌がらせメールの被害が出ているそうですが、さすがに本人がやっているなんてことはないはずです。おそらく愉快犯か、悪質なハッカーの仕業でしょう。ファンダ、お前なのか。この話とは全く関係がない、別の話をしますと、まだメール攻撃だけだったら、ギリ許されていたかもしれませんが、それでも刑事で行かれる可能性も普通にあります。スクリプト攻撃などで、金銭的な被害が、少なくとも二人以上の投稿者に出ているので、一刻も早く犯人が裁かれることを願っています。いやー、犯人は一体誰なんでしょうねー。まるで本人であるかのように振る舞って、他人に罪をなすりつけようとするなんて、許せません。ぜひ民事と刑事の両方で、パンダを制圧してください。頑張れ秀俊、負けるな秀俊。さて次は、堀口くんが投稿したポストから、面白いものを抜粋して、紹介していきたいと思います。まずはこちら、堀口さんの申し立ての数は多いけど、総数からすると大したことないんだな。というか、東京地裁ネット関連専門部みたいなのを作っておくれ。保全事件が絡むから民事キューブなんだけどさ、2024年1月に、新たな約80件の発信者情報開示命令申し立て事件を、東京地方裁判所に申し立てました。相手方は CP と AP の両方です。なお、発信者による証拠隠滅を防ぐため、今年から申し立て段階の詳細な告知を、控えることにしました。また、既存の発信者情報開示命令申し立て事件の審理も、順調に進行しています。いちいち、開示請求しました。なんて大っぴらに宣言する人なんて、ほとんどいませんよ。特別な事情があるのなら理解できますが、堀口くんの場合はそうではありませんし、というか、もっと言うと、CP 開示が決定しただけで、いちいちプレスリリースを出す必要もありません。あのプレリリ本当に必要ですか？ノートの記事が、クッソどうでもいい CP 開示の記事で埋め尽くされて、本当に大切な記事が、埋もれがちです。記事数だけ無駄に水増しして、一体何になるのでしょうか？例えば CP 開示の決定を発表して、相手を威圧するにしても、一件ずつ別記事で投稿するのではなく、せめて同じ記事にまとめるだけでも、だいぶ見やすくなるはずです。あと、堀口くんのプレリリの記事は、ほとんど同じ文章の使い回しなので、誰も読んでないでしょあれ。定型文を毎回律儀に書くのは、いい加減やめて、結果だけ淡々と報告してもらえると助かります。あ、堀口くんは他人から指図されると、発狂するので、言っても聞かないか。AP 開示が通ったのに、訴訟まで行っていないとなると、あらゆる方面から問題視されて、さらに騒ぎが大きくなりそうな気がします。堀口くんは、AP 開示が通ることで、さらに生きて示談を迫ることができる。と考えているのかもしれませんが、AP 開示が通ってしまうことで、裁判から逃げた場合に、言い逃れできなくなってしまうことを、果たして理解しているのでしょうか。今回は東京地裁、民事キューブの他にも申し立てたものの、もし私の申し立てがなかったら、もっと事件番号は若かったんでしょうね。それにしても、一晩で30件とか40件の申し立て書を作成するのは苦労でした。業務効率化ツールを開発したものの、やはり権利侵害を論証するのは面倒です。業務効率化ツール。堀口くん、業務でやってるんですか？業務で大量開示しているんですか？やはり大量開示は、示談金をゲットするための業務だったのでしょうか？いちいち、自分で開発した、とかいう、必要のない情報をペラペラ喋るあたりが、とても堀口くんらしくて、微笑ましいですね。うんうん、えらいえらい、やればできるじゃないですか。堀口くん、じゃあ次は、さらにステップアップして、スクリプトを組んだりしてみましょうか？今回はノートでプレスリリースじゃないんですね。みんなに知らせたいのか知らせたくないのかちょっと不思議。今までは、加害者に対する牽制や抑止を起としていたものの、この語に及んで、誹謗中傷やプライバシー侵害を続ける人に、効果は薄いと判断しました。正直、いちいち告知するのが面倒くさい。あと、例えばアカウント削除して、ログの保存期間から逃げ切ろうとする人もいます。証拠隠滅ですね。面倒くさいんだったら、CP 開示のプレリリもやめませんか？ AP 開示のプレリリだけで十分です。いや、AP 開示のプレリリもいらないかもしれません。もうね、提訴したプレリリだけでいいですよ。そもそも堀口くんのプレリリ、ほとんど誰も見ていませんから、いい加減気づいてください。プレリリの数を出しすぎて誰も見ていませんよ。あんなもん、私も正確な統計を取っていないのでバレるは意味不明。しかも成功率は事件、投稿記事、アカウントの件数、発信者の人数、 AP の法人数によっても変わります。どれベース、その上理由の精査も必要。例えば技術的な制約、ログ保存期間やポート番号の有無による取り下げもあります。これはあくまで与田話として聞いてください。つい先日アメブロに堀口くんのことを誹謗中傷する妙なブログが作られていました。そのブログがね、明らかにおかしいんですよ。例えば、普段からリーガルアウトな投稿をしまくっている悪質まとめブログとかが、エアプで堀口くんのスレをまとめて、リーガルラインを踏み抜いてしまう。
とかだったら、実際ありそうじゃないですか。まだリアリティがあるでしょ。しかしその雨風呂は、私が確認した段階で、数日前に作られたばかりでした。それなのに、堀口くんに対するリーガルアウトな記事を、大量に投稿していたのです。堀口くんについて知っていたら、彼がすぐに怪人だーをしてくることは、わかりきっているじゃないですか。それなのに、新規ブログを立ち上げて、堀口くんに関する完全にアウトな投稿ばかりを、ひたすら連投しまくるのは、明らかに不自然です。もろちん、自演だとか言っているわけではありませんよ。怪しいと言っているだけです。もしかしたらカルピス系の弁護士が、マッチポンプで作ったのかもしれませんし、犯人は VPN とか使って匿名化してそう。あそこまで完全にアウトな投稿内容が大量にあると、AP 開示が余裕で通りそうだな、と思いました。例えば以前、横浜関西で、慣れ合い訴訟があったでしょ。それと同じようなことを、開示請求でもやってくる。という可能性は十分にあるということです。もろちん、堀口くんは正義の心を持っているので、そんなことをするわけがありません。おそらくタキシードパンダか、カルピスの仕業でしょう。カルピスとパンダを絶対に許すな。お店を真似する習性を私は持たないし、あるんだっけと他人の習性をでっち上げて、こき下ろす習性こそ、早急に改めるべきです。それに、他人をこき下ろすために飲食店を利用するのは従業員や生産者に失礼です。食材にも非礼、これで美食家を辞任するのは、あまりにも滑稽。こちらは、ひまそらあかね様のポストに対して、憤慨する堀口くんの発言です。なお実際堀口くんは、とある人物が言及した店に、実際に訪れたことを、わざわざ SNS で報告していたことがあります。飲食店に失礼ということですが、あらゆる方面に対して、失礼な言動をしまくっている堀口くんが、それを言うのは、さすがにブーメランにも程があります。どの口が言うとんねん、この口か、おん。それでは堀口くんが、ひまそらあかね様をこき下ろすために、近代を貶めていた時のポストを、一緒に見ていきましょう。KCL に受かったのですから、受験に全部失敗したと言われる根拠もありません。IELTS も、KCL の入学条件を満たしたのだから成功です。それに、留学に先立って退学したものの、学習院大学に受かった以上、所詮は近畿大学止まりの人に、受験に失敗したと言われる筋合いはありません。近畿大学ご卒業の友人は、ひまそらあかねこと水原きよてるを、近畿大学の恥と認識していました。いずれにせよ、近畿大学にしか入れない分際で、よく私の学歴や受験を嘲笑できるものです。身の程を知れ。なんやこれ一体。頭おかしなるで、なーにこれ、堀口くん、なんですかこれは、従業員や生産者に失礼、とか言いつつ、あからさまに近代のことを、貶めているじゃないですか。しかもひまそらあかね様の場合は、特に飲食店を貶めているわけではないですからね。堀口くんが勝手に、無キーとなっているだけです。一方で堀口くんは、ひまそらあかね様を批判するために、近代ごと攻撃していますから、やりすぎ行きすぎと言わざるを得ません。近代の OB や学生が、一体何人いると思っているんですか。もっと言うと、近代 OB と関わったことのある人間が、世の中にどれだけいると思っているのでしょうか。堀口くんのこの発言は、ただいたずらに敵を増やすだけで、言う必要が全くありません。貴殿の発言が嫉妬なのは、明白、秀俊、そういうとこやぞ、そういう発言はやめとこうって、何回言ったらわかるんですか。堀口くんは、誰かとバトルするのは向いていないですよ。誰かと揉めるたびに、こんなことを言っていたら、そりゃ王になってしまいますよ。堀口くんが王になってしまうのは、やはり避けられない世界線だったのでしょうか。堀口くんがもし仮に、ひまそらあかね様とバトルしていなかったとしても、彼はいずれ王になっていたのかもしれません。さて次は、ひまそらあかね様のポストから、引用します。2024年1月31日、じゃあ1個ネタ出すと、堀口くんの、私は英国の学生で、日本と英国を往復して裁判を行うものである、について裁判所が興味を持っており、神原先生から堀口くんに、確認する羽目になったのが多分、先週か今週に起こったことです。よかったですね堀口くん、裁判所から、いろいろな方面で興味を持たれているみたいです。注目の的じゃないですか。ちょ、おま、有名人じゃん。ハイブタ様の開示の件でも、裁判所が、堀口くんの個人情報の扱い方について、関心を持っているようですから、裁判所から関心を持たれるとは、さすがは世界の堀口です。神原先生と堀口くんが手を組んだ時、堀口くんは、思想の違いを超えて、誹謗中傷と戦うために手を組んだ、など飛び弾みたいな感じにしていました。しかし何やら、雲行きが怪しくなってきました。大丈夫ですよね堀口くん、早くも神原先生と、友情が決裂したりはしませんよね。私は以前、動画でこう言いました。堀口くん弁護士に嘘はつくなよと、堀口くんが、私の忠告を、しっかり守ってくれていることを願っています。皆様も弁護士に仕事を依頼する機会があれば、自分にとって都合の悪いことがあっても、基本的には正直に全て話すようにした方がいいです。まあでも、自分の雇った弁護士に嘘をつくなんて、某大物 YouTuber、虚言難体生物、以外にはいないと思いますけど、そらこんな前代未聞のことやったら裁判所も、ちょっと話聞かせて、になるって予想できなかったんかな。堀口くん、これだけ大事になるような前代未聞の振る舞いをすることが、どういう結果を招くのか、学べる機会はこれまでにはなかったみたいだね。やだ怖い。
やめてください。堀口くんが今後どうなるのか想像すると、怖すぎて、上の口と下の口の両方から、涙が止まりません。堀口くんは、先のことを想像して、怖いとか思わないのでしょうか。堀口くん本人よりも、周りの方がよっぽど、堀口くんのことを心配していることは明白。さっさと手をついて詫びましょうね。堀口くんの最大の悲劇は、以前炎上した時と違って、空気を入れている人間や、擁護している人間がいる。ということでしょうか。例えば、藤野話題や、ガールズバーに強い弁護士や、堀口秀俊くんって、擁護するところが一つもないでしょ。ガチで、逆張りジジイでも、さすがに擁護するのをためらうレベルというか、釣りでも擁護したくないレベルです。しかし、暇空茜様に対して、強い憎しみを持っている人たちが、堀口くんを擁護して、空気を入れたことによって、さらに良くない結果を招いているような気がします。本来、堀口くんの味方なんていないはずなのに、味方を装っている人たちに空気を入れられて、自滅への道を全力で歩まされている、という、この構図は、藤野話題も全く一緒です。あれも本来、擁護するところが一つもないんですが、リバイコアンチに空気を入れられて、最近ではすっかり、電波じみた発言を繰り返すようになりました。堀口くんが仲間だと思っている連中は実は堀口くんを破滅へと導く敵なのです。なんだか世にも奇妙な物語みたいですね。証拠出さずに渡航費用の請求諦めれば惨劇回避できる。無理、費用の話で出たわけじゃない。訴状英国に送ってくださいよ。夫婦に裁判所が興味を持っています。あさしこれやばくないですか。そこを追及されると堀口くんかなりまずいことになると思うのですが、まあ堀口くんが自分で言い出したことですからしっかり責任を取りましょうね。堀口秀俊五六、裁判所から直接 HEDD 出せと言われる日も近いな。楽しみですね。基本的に裁判所は裁定者なんだから出せとかは言わないよ。裁定するだけ。リーガル童貞が多いな。裁判くらいは経験しておくもんだぜ。一般的な人生を歩んでいたらよほどの不運に見舞われない限りは裁判なんてすることは一生ありませんよ。がはは、堀口くんは HEDD の同意書を出すだけで暇空茜様に完全勝利することができます。しかしなぜか堅くなに HEDD 同意書を出そうとはしません。このムーブを見ていると住民訴訟まで起こされているというのに領収書や帳簿を出そうとしない女性支援団体のムーブを思い出してしまいます。最後の悪あがきというか本当に見ていて見苦しいです。もう自分からボロンしちまえよ。そうしたら楽になるぜ。大学比べる前にお前は高卒だろ。やめてください。それは禁止カードですよ。決して高卒が悪いというわけではありませんが、高卒なのに相手の大学をバカにする人間なんているわけないだろ。いい加減にしろ。事前に日程も分かってて全員集合みたいな感じだったのに、一人だけ訴訟相手に粘着嫌がらせしてるクズアカウントとスペースで昔からの知り合いのように談笑する生駒雄生弁護士だけがいなかったの。なんとなく察せられるものがある。嘘だろ。兄弟もシーチーの生駒雄生弁護士の身に一体何があったのでしょうか。気になるところです。生駒雄生弁護士は堀口くんの使者としてもご活躍されているセブンナイツが誇る新進気鋭の弁護士です。雄生の将来が閉ざされるようなことは決してあってはなりません。秀俊、雄生にちゃんとお礼を言っておけよ。高卒の人に勉強しろとか言われました。どうしましょう。勉強や学歴は人生を幸せに生きるための手段の一つであって目的ではないと思うんですけどね。堀口くんはどうも学歴を得ることだけが目的になっているように見えます。例えば裁判に関しても本訴訟まで行った後にどうするのかというビジョンが全くないようです。インフルエンサーが裁判をする場合、単純な裁判の勝ち負けではなくどのように情報発信をしていくか、どのように自分の主張をするかというのが非常に重要です。もはや裁判は単純な勝ち負けだけでなく自分の主張を世の中にどのように伝えていくかも裁判戦略の重要なポイントの一つです。堀口くんは手段と目的が入れ替わっている気がするので、一度シンガポールにでも行って深呼吸して落ち着くことをお勧めします。アニメートのリプとか見てたら開示済みのやつがアウト発言してたから笑った。素因追加しといた。あ、ちなみに開示されてるやつでアウトワード言ってるわは公開されてない開示済みの人もいましたよ。俺は開示程度でいちいち言わないので。こちらに関してはすでに暇な空白チャンネルで動画が上がっています。共産党の釘を訴えるらしいです。生理が違うだろ。ハラスメントで退学し、入学し直して適応障害で退学し、入学し直して留学のために退学したんだろ。ちょっと何言ってるかわからない。堀口くんは退学と入学を3回も繰り返していた。
ってこと。ということは、堀口くんの両親は、3回も入学金を払っていたということでしょうか。どこが毒親やねん。まるで成人のようなご両親ではありませんか。まさか堀口くんが、3回も大学に入学するという、不屈の精神を持っているとは思いませんでした。つうか、3回も入学と退学を繰り返すなんて、そんな発想出てくるわけないだろ。その発想はなかったです。あと、先日の暇な空白チャンネルの動画で、このような表現がありました。昇魂の怪物の親玉。昇魂の怪物の親玉と暇空茜様が呼ばれているところ、私が知る限りでは見たことないんですけど、別に私の親玉でもなんでもないですからね。ただ、昇魂がものすごく強い人のことを、昇魂の怪物の親玉と呼ぶなら、その通りなのかもしれません。暇な空白チャンネルは、ノートでの収益もかなりあると思うので、そういう意味では私よりも昇魂が強いかもしれません。特に住民訴訟や、堀口くん関連のノートは結構売れてそうな感じがします。本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。みんな大好き、堀口秀俊くんが、とんでもないことになってしまいました。ただ、堀口くんにとっては、必ずしも悪いことだとは言えません。むしろ良いことが起きています。以前から、堀口くんの周辺では、妙なスクリプト爆撃、メールボムなどの嫌がらせが、結構な頻度で起こっていました。もしかしたら、嫌がらせをしていた犯人が、ついに特定されるかもしれません。というのも、犯人がついにボロを出したからです。暇空弁護団が現在本気で動いているようなので、今回は本当に犯人が捕まるかもしれません。それでは暇空茜様のポストを時系列順に引用していきます。共産党区議に対するメールボムについて、それ堀口秀俊くんが俺と出会う以前からずっと堀口くんと揉めた相手にメールボムしてるハッカーの仕業ですよ。そもそも堀口くんって迷い橋炎上とかアパホテル炎上とか学習院告発サイト消えたとか、まあ人生ずっとイサウとしてきてるんだから、そりゃ恨まれてると思うんだけど、どうして俺の支持者って話になるんだろ。むしろ俺の支持者は堀口くんのリーガルバトル書面とか読みたくてたまらないから、おとなしく観客席でコーラとポップコーン買ってきて座ってると思うんだけど、初めて堀口くんと正面から法で戦う存在の俺を応援こそすれ、俺に乗じてメールボムするアホはおらんて。要するにボクシングの試合してたらレーザーポインターで邪魔してくるって言うんだろ。俺のファンが俺のためにそんな真似をするわけがない。俺のファンは俺がそれを一番嫌うことを知ってるはずだからな。俺と出会う前からなぜか堀口くんと揉めた相手にはそういう嫌がらせをするカスがいたみたいだけどな。羽鳥大輔さんの悪質なツイートについてはきちんと法で賠償を求めようと思いますが、メールボムについては警察に捜査してもらって犯人逮捕されたらいいなと思います。堀口くんが暇空茜様に対して最初の引用 RT を行ったのが2023年3月7日のことです。しかしその4日前の3月3日の時点で堀口くんがメールボムの嫌がらせ被害を報告しているのです。つまり堀口くんが受けているメールボムは暇空茜様と出会う前から起きていることなので、暇空茜様の支持者は関係ないのではないかということです。堀口くんはもしかしたら暇空茜の支持者が模倣してやっていると主張してくるかもしれませんが、それはちょっと無理があるかなと思います。暇空茜様はいろいろな方面とバトルしていますから、もし彼の支持者がやっているのならもっと全方位に嫌がらせが発生しているはずです。しかし妙なことに、暇空茜様とバトルした人の中で堀口くんと若干つながりがある人に対して嫌がらせが起きる傾向があるようです。そう指摘されてから堀口くんと関係のない人のところにも嫌がらせが行くようになりました。なのでおそらく犯人は堀口くんに強い恨みがある人物でしょう。堀口くんに罪をかぶせて堀口くんのことを貶めたいのが丸わかりです。犯人はパンダかもしれません。タキシードパンダを絶対に許すな。そしておととい2月4日堀口くんは視野を勝手に予約される嫌がらせの被害に遭ったことを報告しています。堀口くんのポストから引用します。私の氏名や連絡先を用いたなりすましによって寿司店を予約される事態が発生しました。予約されたのは約60万円人のコース、しかも用途はプロポーズ。幸いにして自動でキャンセルされたものの、もしキャンセルされなかったらせっかくの食材も無駄になってしまいます。あまりにも悪質。60万、うせやろ。そもそも堀口くんにプロポーズする相手なんかいるわけないだろ。いや、それはいろいろな方面に流れ玉が飛んでしまいますから、この話はやめておきましょうか。なんという悪質な嫌がらせでしょうか。許せませんね。被害を受けた飲食店はたまったものではありません。突然ですが藤野話題様、この件についてどう思いますか。こういう嫌がらせの被害はネタにしないととか言いませんよね。許せない嫌がらせですが、この件には妙な点がありました。今回予約されたのは今話題のあの寿司屋ではなく別の店だったみたいです。暇空茜様のポストから引用します。ちなみに堀口くんに嫌がらせ寿司予約した店間違ってるんだけど、南麻布寿司吉田はクレカ登録必須だから予約できなかったんだろうね。最近暇空茜様がその寿司屋の写真をアップして堀口くんをこすったので、犯人はその意趣返しがしたかったのでしょうか。一体何がしたいのかちょっとよくわからないです。あるいは犯人があまりにもガバガバすぎて
普通に店を間違えただけ。という可能性もあります。この犯人ならそれぐらいのやらかしはするかもしれませんよ。飲食店ってたまに、よく似た名前の店や、同じ店が複数あったりするので、ありがちな名前の店を予約するときは、気をつけないといけません。犯人は、客単価数万円の店には、あまり行ったことがない人物ではないでしょうか。小金持ちか、何らかの方法であぶく銭を手にして、分不相応なお金を持っていて、客単価数千円の店でいきり散らかすタイプかもしれません。認知プロファイリングしますね。話題になってる店を使って嫌がらせしようとしたら、その店がプレカ必須で、予約嫌がらせが不可能でした。この時、名前が似てる違う店を使って嫌がらせする人は、認知がおかしいよ。まるで、嫌がらせをどうしても今やらないといけない、発表されないといけない人だ。一体誰の仕業なのでしょうか。ちょっとわからないです。ここまでの情報だけなら、犯人を特定するのは難しそうです。おそらく犯人は、VPN などを使って匿名化しているでしょうし、別件で逮捕されない限りは、身元を特定するのは難しいでしょう。と思っていたら、なんと衝撃の事実が判明しました。あれ、堀口くんの方の寿司吉さんも、予約にカード情報必須なの。通報しようよ警察なら即逮捕いけるよカード情報から。おら堀口通報早くやれよ。それは、困惑。堀口くん朗報です。テーブルチェックの予約はカードおとりが必要なので警察に通報したら捜査されます。堀口くん周りの悪質なメールボムと、同一犯の可能性が高いから、そこを6000枚くらい印刷して持っていけば受理してくれるはず。早く通報しろ。おら、テーブルチェックで事前予約する際は、カード情報の入力が必要なようです。おそらく犯人も、カード情報を入力している可能性が高いです。警察であれば、カード情報がわかれば、さすがに犯人を特定することができます。やりましたね堀口くん。ついに嫌がらせの犯人を特定できますよ。堀口くん、大急ぎで警察に行きましょう。クラウチングスタートで警察に行きましょう。おら、行けよ秀俊、さっさと行け。いやぁ、まさかこんな形で、犯人逮捕の糸口がつかめるとは。世の中わからないものですね。長期間にわたって続いた嫌がらせも、これでようやく終わりますよ。よかったですね堀口くん。おめでとう。堀口くんもきっと、ウキウキで警察署に突撃したんやろなぁ、と思ったら、今のところ堀口くんは、警察に行った、という趣旨の投稿は、一切されていません。嘘だろ。秀俊。せっかく犯人を逮捕できるかもしれない。絶好のチャンスなのに、どうして警察に行かないんですか。刑事と民事の両方デンダーをするのは、堀口くんの得意技でしょ。あ、最近は刑事デンダーをあまりしていないでしょうか。なんでしなくなったんでしょうね。不思議ですね。もしかしたら警察に死を対応されて、諦めちゃったのかもしれません。かわいちょ、もろちん、堀口くんが表で言及していないだけで、裏で動いているという可能性もあります。と動いたことを犯人に悟られないよう、裏ですでに警察に相談しているはずです。きっとそうに違いありません。あれ、でも堀口くんって、自分に都合の良いことは、すぐにボロン、してしまうタイプだった気が。ほんまやっし東京吉田も事前決済だ。いけるぞー。男見せろ堀口。通報しろー。警察でいけるぞー。これで堀口のメールボム被害者が今後も出たら、堀口がテーブルチェックの予約を通報しないぜ。って言えるね。男堀口。警察に通報したりはしない。もろちん、裏で警察に相談してるとは思いますよ。だってしてないと明らかにおかしいでしょ。犯人がバレても困らないなら、真っ先に警察に相談するはずなので、もしかしたら堀口くんは今頃、カルピス軍団の DM で、よしよしされているのかもしれません。しかしあそこは、無能が多いので、アドバイスを求めても基本役に立たないと思いますよ。これは予約前画面まで行っただけなので僕は予約してません。堀口でかしさ、通貨カードをそりある予約通したとか犯人アホすぎやろ。偽造クレカでも使ってないともう逃げられないな。これ、どう解釈すればよいのでしょうか。誰かが偽装クレカを使っているか、あるいは堀口くんのクレジットカードの情報が、ハッカーによって抜かれている、ということなのでしょうか。堀口くんのカードが不正利用されている可能性がありますよ。堀口くん、大急ぎでクレカ止めないと、大変なことになりますよ。それにしても犯人は一体なぜ、堀口くんのクレカ情報を知っているのでしょうか。やはり犯人は、一流ハッカーのタキシードパンダなのでしょうか。頭おかしなるで。はあよかったよかった。早く通報しろよ堀口。堀口秀俊の名前とメアドを名乗って嘘予約。が事実なら、予約という契約だから、有印私文書偽造罪ですね。なるほどですね。他人になりすまして飲食店を予約すると、有印私文書偽造罪になる場合もあるみたいです。しかしなぜ犯人は、クレカ情報を登録してしまったのでしょうか。そこから足がつくとか、考えていなかったのでしょうか。犯人はよっぽど焦っていたんでしょうね。警察行けます。行けー。
こんなの、テーブルチェックとか、予約サイトを使ったことがあれば、当然把握してることだから、つまり、嫌がらせメールを送ってた犯人は、テーブルチェックのような高額予約は初めて、だった可能性が高い。まあ、数万円の飲食店を、頻繁に予約する人なんて、多分ガチのブルジョアか、かなりの食通ぐらいのものですから、犯人は本物のお金持ちではなく、いわゆる小金持ちだったのでしょう。18万、9291キャンセル通知どころか、予約時点でキャンセル料発生する時間だから、回避不可だね、悪質すぎる、マジ、マジやんけ。正しいよ、ファンダ。お前なのか、お前だけは絶対に許さない。それにしても、他人になりすまして、オンライン事前決済の予約をするというのは、よくわかりません。犯人は自腹で事前決済して、勝手に堀口くんの名前等を使って、予約をしたということなのでしょうか。そんなしょうもないことのために、60万円をポンと出せるなんて、随分羽振りの良い犯人ですね。タキシードパンダ、もうついに年貢の納め時かな。ちなみに予約時には、以下のような文章が表示されます。オンライン事前決済とは、予約を行う際にクレジットカードなどのキャッシュレス決済で、事前に代金の支払いを済ませてしまう決済方法のことです。ご予約されたいメニューにオンライン事前決済と記載されている場合、クレジットカード番号の入力が必要なご予約となり、ご予約時にクレジットカードで決済を行っていただく必要がございます。事前決済して、他人になりすまして予約をするなんて、随分斬新な嫌がらせです。なんやこれ一体、これに対して暇空あかね様は、新たな動きを取ることを示唆しました。脱ファン刑事告発しようかな。カード番号から追えるなら警察も動きやすいやろ。状況証拠だけで、パンダを逮捕してください、と警察に訴えても、実際に警察が動くのはなかなか難しいです。しかし今回は、クレジットカードの番号という、動かぬ証拠がありますから、これ本当にワンチャン、警察が動くのではないでしょうか。今回の件をきっかけに、事態が大きく動くかもしれません。被害者が誰であれ、こういった迷惑な嫌がらせを放置しておくと、さらに被害が出ますから、一刻も早く犯人が逮捕されることを願っています。間違っても、藤野は大様のように、嫌がらせの件を、ネタにして揶揄したり、は決して私はしませんのでご安心ください。しかし藤野は大様って本当にどういう神経しているんでしょうね。多分堀口くんでもあなたにはドン引きすると思いますよ。一度堀口くんと藤野は大で対談してほしいです。店のお問い合わせフォームからこいつは悪質犯なので被害届をねしゃすって送ったら動くかな。てかキャンセル料発生してカードから引き落とされてたら笑うが、堀口くん自分で刑事告訴やれるならやるって宣言してくれねえかな。忙しい、巻き取ろうか。予約した日時まではっきりして、どの予約が違法なのかはっきりするんだから、こんなの警察にお願いするしかねえよな。ついに成りすまし犯人が捕まるのか。俺も協力するよ。堀口くんの周りに俺と知り合う前から発生していた超悪質な成りすまし犯人がついに捕まりそうなので、暇空動きます。とうとう出たね。テーブルチェックってメールの連絡先だけ変えられたっけ。そういえばタブレチェックって ID 作るのに、折り返しで確認メール来るのにどうやったんだろう。テーブルチェックってメールの連絡先だけ変えられたっけ。多分登録メアドにしか予約確認メール来ないと思う。今更なんだけど、まさかメールアドレスまでハックされてる。個人情報が流出するからやばいよ。テーブルチェックのアカウントなんてだいぶ前に作ったから覚えてないな。誰かアカウント作るときメール確認来るか確認してもろても、非申告罪だっけ。警察に通報する手口を話すと犯人に見られるかもしれないから言えない。テーブルチェックってメアドが ID だから、予約確認もメアドに飛ぶと思うのよね。あ、やっぱそうだよね。テーブルチェックってメール確認しないと登録できないのよ。なんで堀口くんは嫌がらせ野郎からの予約メール受け取れてるの。堀口くんの名前で予約してもメールは来ないと思うよ。覚えのないメアド確認をしてない限り。これはノーコメントでお願いします。堀口くんが昔テーブルチェックに登録していたものの、奇跡的に登録したことを忘れていて、そこへパンダがハッキングを仕掛けたとかでしょうか。適当。そしてこの件どうなるのかなと楽しみにしていたら、暇空あかね様の方からこんな報告がありました。堀口くんの件、きちんと弁護士に依頼しました。早すぎる。すでに弁護士に依頼しましたというか固形です。このスピード感よ。なお堀口くんはこの件については直接言及していません。その代わりちょっとアレな感じの人のポストをリポストするという形で間接的に言及しています。いや、そこは本人が直接言及しましょうよ。今全くシャレにならないことが起きているのに、リポストしてほのめかしている場合ではないでしょ。長年嫌がらせをしていた犯人が逮捕されるかもしれないんですよ。なんでクッソどうでもいいことでいつもプレスリリースを出しているのに、こんな重大な出来事が起きたと
ときは、プレリリどころか、表で一切言及しないんですか堀口くん。弁護士が動いている、ということは、タキシードパンダを刑事告発する、ということでしょうか。最近、様々な嫌がらせを、暇空茜様やその周辺に押し付ける流れがあったので、ここらで法的措置を取っておくのは、牽制にもなって良いかもしれません。堀口くんも自分で動いたら、俺の分無駄になっちゃうかもしれないけど、その分は賠償とか求めないから気にしないで、ミソジニーオブザイヤーとかでも、なりすましを俺にこすりつけられて困ってたんだよね。堀口くん、一緒に協力してなりすまし犯を追い詰めような。別に連絡はいらないよ。個別に動いた結果生まれるチームプレイしか求めてない。堀口くんと直接連絡を取ったら、連絡の最中に、レスバトルが発生しそうな気がします。なお現在、暇空弁護団は、かなり本格的に動いているかもしれません。依頼内容は、なりすまし犯人が検挙されるよう、警察が捜査するべく、あらゆる手段を予算を気にせず取ってよい。だから何するかも俺知らないけど多分いけるよ。やりますねって受けてくれたから、お互いワクワクドキドキして待とうね。なんだかすごいことになってきました。今後どうなるのか楽しみです。なお、これは完全に推測ですが、おそらくこの犯人は、他にも余罪があるのではないでしょうか。こんな嫌がらせをやっている人物が、他に一切嫌がらせをしていない、と考えることの方が、はるかに無理があります。そのあたりの余罪も含めて、きっちり捜査していただきたいです。ワクワクしてるから、気分が良くてレスしちゃったな。というわけで俺がすることは、クレカ利用履歴を残した犯人を、警察に捜査してもらうために、あらゆる手段を行使してくださいと、弁護士に依頼すること。目的は、なりすまし犯人が刑事罰で裁かれることです。ちなみに、なりすまし犯人を俺にこすりつけた勝部元気は、提訴しました。勝部元気様は、ミソジニーオブザイヤーの件などで、暇空茜様から提訴されたようです。ミソジニーオブザイヤーの件については以前から、これ普通に訴えられるんじゃないの、という意見は結構ありました。本当に訴えられてるやんけ。むしろ、積極的に裁判を起こしてくる相手に対して、あんなことをやって、なぜ訴えられないと思ったのかが、よくわかりません。勝部元気様のリスク管理、ガバガバじゃねえか。というかね、相手が暇空茜様じゃなくても、普通に訴えられそうな企画をやっちゃダメです。勝部元気様は、悔い改めて、なりすましを俺にこすりつけた理由で、勝部元気を訴えるくらいこっちは切れてんだよ。全力に決まってんだろボケ。覚悟しろよなりすまし犯。よかったですね堀口くん。堀口くんが特に何もせず、正座待機していても、勝手に犯人が逮捕されそうな勢いですよ。堀口くんも内心、ウキウキが止まらないはずです。ちなみに勝部元気さんを提訴したのは先月で、今週くらいに訴状が届く予定です。黙ってようかなと思ってたけどまあいいや。一応弁護士に確認して、堀口くんがなんか腰しけてるんだけど、堀口くんの協力なんて当てにしてないよね。って聞いたら、当てにしてないですだそうです。まあ、そらそうなるよ。堀口くんは、暇空弁護団を見ただけで、感度3000倍になりそうな雰囲気ですから、暇空弁護団とはもう口も聞きたくない、という感じでしょうから、協力は期待できないでしょう。っていうか、堀口くんと協力したとしても、彼が本当のことだけを言うとは限らないですからね。勝部元気さんは、第1回期日も指定されてるんで、もう訴状届いてるか今週届くかくらいじゃないですか。というか、なりすまし犯の件、実は前から黙って警察に相談してたんですよ。だから話早いと思いますよ。なるほどですね。警察も暇ではないので、相談した件について、すべての件で必ずしも動いてくれるとは限りません。証拠が足りなかったり、怪しいというだけでは、警察が動かないケースも多いです。しかし今回はクレジットカードの番号という、素晴らしい証拠がバッチリ残っていますから、そっち方面で犯人をたどれるんじゃないですかね。何やってんだ犯人、もしクレカを使わなかったら、犯人は特定されなかったかもしれません。いや、あの犯人なら、今回の件がなくてもいずれやらかして、お縄になっていたかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。今回は愚かにも、クレカの足跡を残したから、本当は良くないんだけど、これ以上の被害が他の店に出ないよう、なりすまし犯を抑止するために、刑事事件にしてることを公表してます。ついに60万円のコースを予約するなど、エスカレートしてますからね。クソ犯人、絶対許さねえ。本当に許せません。いろいろな方面に、金銭的な被害が出ているのですから、相当なことですよ。例えば、嫌がらせに使われたお店が、1万円の被害を受けたとしましょう。1万円ぐらい大したことないじゃないか、と思うかもしれませんが、お店はコストがかかりますから、1万円を回収するのは大変です。100円の商品を万引きしたら、警察に捕まります。他人に不当な損害を与えるということは、他人からお金を奪っているのと、同じようなものなのです。このような嫌がらせによって、いろいろな方面に、金銭的な被害が出ているのですから、少しでも想像力があれば、嫌がらせの被害者を揶揄するようなことは、決して言えないはずです。そうですよね、藤野和大さん、最近症状がものすごい勢いで悪化していますけど、大丈夫でしょうか。だから私言ったじゃないですか。まあ堀口くんと同じで、人の話を全く聞かないので、仕方ないね。そして暇空茜様は、これ俺にこすりつけられてるんだから、許すわけねえだろ、というポストとともに、こちらの画像をアップしています。
モロチン、たまたまでしょう。なお、あからさますぎたせいか、最近は、堀口くんと関係のない人物に対しても、嫌がらせが行われているそうです。わかりやすくて草、犯人は一体どれだけ、堀口くんに強い恨みがあるのでしょうか、謎です。ちなみに堀口系 YouTuber に対して、広告収入を減らすために、謎のスクリプト爆撃が行われています。このような被害に遭っているのは、堀口くんに関する動画を投稿している、YouTuber だけです。いやー怖いですね、謎の怪奇現象やめろ。一応、もし警察に依頼してたりする場合は、要件が固まってないと犯人が逃げる可能性があるので、オープンしない方がいいですよ。俺は、要件が固まってるし足跡もあるから、本当は良くないけど公表してるだけです。ふん、礼はいらないぜ堀口くん。それと、堀口くんの件とは別件ですが、ナザレンコ様に対する誹謗中傷の件でも、進展があったそうです。ナザレンコ様のポストから引用します。警察から連絡、匿名掲示板双葉において、私への殺丸予告と誹謗中傷を繰り返していた人は、身元が特定され、取り調べに対して容疑を認めたとのこと。刑事事件、気になることは一つだけ、本当にやる価値あった。起訴されたら、あなたのことを知りもしないロシアのために一生前科者の悪名を背負う、脅迫罪と名誉毀損罪の併合罪だから、懲役4年6月以下または罰金80万円以下の罰、それに民事裁判に至ったら慰謝料の支払いまで、犯罪人名簿に名前が載り、履歴書を書くたびに前科ありと記載、何のため、本人は過ちを理解すると期待したいが、自分だけは大丈夫、ネットだから特定されないと思い込んでいる人は未だにたくさんいる、警察が自宅に来た後でも遅い、刑法違反は私対地方ではなく、日本国対あなたの問題になると自覚を持ってくださいね、今後とも殺丸予告はもちろん、悪質な名誉毀損に対しても民事刑事ともに適切な対応していく、匿名掲示板でも犯人は簡単に特定される時代だから X はなおさら簡単、誹謗中傷は人生生活を全部かけることだと早く気づくべき。というわけで、ネットの誹謗中傷について刑事で立件するのはハードルがやや高いという印象もありますが、内容によっては立件されるようです。 VPN を使って、どうせ俺たちは特定されないからと誹謗中傷を繰り返している方々もいますが、東方はそのような行為を直ちにやめるように強く求めます。さて、次の話題です。2月6日現在、学習院告発サイトは消えたままです。まだ復活していません。どうせまたすぐに復活するのでは、とも思っていたのですが、今回は本当に消えた可能性があります。よかったです。ようやく消えましたか。しかしこれから裁判が始まります。あれが受任限度の範囲内なわけがありませんので、この後の裁判で白黒はっきりつけていただきましょうか。パンダだけに、しかし堀口くん、他にもアウトっぽいサイトの存在が確認できるのですが、そちらは削除しなくても大丈夫なのでしょうか。早く消せよ秀俊。学習院告発サイトの件に関する、暇空あかね様のポストから引用します。堀口くん、学習告発サイトとかいう、何年も時間も労力もかけてきた素サイト消したなら、早く謝罪プレスリリース出しなよ。残念ながら、削除の件に関して堀口くんからのプレリリは、現時点で一切ありません。それどころか、告発サイトの件で訴えられていることについて、一切プレリリをしていません。堀口くん、新聞赤旗じゃないんですから、そこはしっかりと報告しないと、何でもうとっくにみんな知っているのに、発表しないんですか。早く謝罪しなよ、消したんだからさ、手をついてはびろよほらほら、私の学習院告発サイトは無意味でした。だから消しましたってさ。これができると、多少は好感度も上がるかもしれません。しかし王には、それができぬ。本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。とんでもないことが、起きてしまいました。ついに恐れていた出来事が、起きてしまいました。誰かさんのせいで、某 SNS の対応が遅くて、AP 開示に失敗してしまうという悲劇が、現実に起きてしまったのです。この話は、後ほど紹介します。まずは学習院告発サイトの件から、紹介していきますね。2月7日現在、学習院告発サイトは、相変わらず消えたままです。過去にも、一時的にサイトが繋がらなくなるということはありました。しかし今回ばかりは、ついに本当に消えたかもしれません。この件に関する、アルパカ社長のポストから、引用し学習院、完全にファイル消えたね。アプローズもコンテンツも綺麗に消えた。WP の残骸すらないから、意図的に全て消したと思う。もう何度も騙されたから、一応復活させるかも、の予防線は張っておきますしょぼーん。でもとりあえず WP のログイン画面も、直輪画像も一通り確認したけど、少なくても今ファイルは、サーバ上に存在していない。やったぜ。成し遂げたぜ。長く、苦しい、戦いだった。そういえば堀口くん、他のサイトはまだ残っているんですけど、そっちは消さなくて大丈夫なんですか？あれも完全にアウトなので、早く消した方がいいと思いますよ。まあ今更消したところで、すでに証拠は全部取られているでしょうから、もう手遅れでしょうけどね。堀口くんが今できる対応としては、本当に手をついてはびるぐらいしかありません。なお堀口くんはスペースにて、自分は学習院告発サイトを消していない、という趣旨のことをおっしゃっていました。これは一体どういうことなのでしょうか？あくまで堀口くんの中では、管理人は別にいる
というお人形設定が未だに生きているということなのでしょうか。堀ちゃんの考えてること正直わからへんわ。さて次はハイブタ様が引用していた堀口くんの過去のポストが死ぬほど面白かったので紹介します。それがこちら。2023年3月3日、私への嫌がらせのために関係ない企業や店舗まで巻き込んでいるのは許せません。物申したいなら私にかかってこい。それに SNS やメールアドレスは公開しています。私が気に入らないなら正々堂々と言論で挑むべき。私に勝てないからと卑劣な方法で嫌がらせする相手には責任を取らせます。かっこよすぎるだろ。さすがは男堀口。そうですよね。自分一人気持ちよくなるために無関係の人物や企業を巻き込んで金銭的な損害を与えるのは許しがたい蛮行ですよね。暇空茜様とのスペースから逃亡し、清谷真一様とメールでやり取りをすることからも、逃亡した堀口くんが物申したいなら私にかかってこいというのは一体どういうギャグなのでしょうか。言っていることとやっていることが違う。私にかかってこいとか言うんだったら今からでも暇空茜様とスペースしてくださいよ。清谷真一様とメールでやり取りしてくださいよ。こんなこと言っておいてこの直後にスペースから逃亡するなんてあってはいけないことでしょ。突然ですが藤野和大さん、この件についてどう思いますか。違法行為をしている集団のスペースに上がって直接行ってこいとオラついていたのに、電話どころか DM も返さずに逃亡した藤野和大さん、この件についてコメントをいただけますか。ちなみに藤野和大さんは逃亡した後、あれは現地を取るための発言でしたよ。ふふという意味不明な言い訳をしています。堀口くんでもそんなクッソダサいこと言いませんから、小学生レベルの言い訳やめてください。藤尾じって40歳超えてるんでしょ。25歳自称大学生をはるかに上回る集体を晒すのは勘弁してもらっていいですか。大変失礼しました。堀口くんの横呼ばい不快な人物を話題に出してしまって申し訳ありません。黒すみれさんから藤の話題の話をしろという指示が出ていたので逆らえませんでした。上のポストに話を戻します。メールアドレスは公開していますとのことですが、最初の返信以外で一切メールが返ってきてないんですけど、せっかく堀口くんのメールを監禁する気満々だったのに、これじゃ監禁できないんですけど、どうしてくれんのこれ。わかる、この罪の重さ。私に勝てないからと卑劣な方法で嫌がらせする相手には責任を取らせます。これは心強い言葉ですね。堀口くん、私もいろいろな人に迷惑をかけるような悪質な犯罪行為には断固反対です。言論で勝てないからといって YouTuber にスクリプト攻撃を仕掛ける大犯罪者を絶対に許すつもりはありません。堀口くん、私と協力して一緒に犯人に社会的制裁を与えましょう。正義の心を持つ堀口くんならきっと犯人に対して強い怒りを表明してくれると信じています。いやー、今読むと非常に味わい深いポストです。頭おかしなるで。この頃の堀口くんはまだギリギリ暇空茜様と出会う前でした。王のポストに対するハイブタ様の反応がこちら。やりましょう、卑劣な嫌がらせをするクズ野郎に正義の鉄槌を食らわせましょう。そうですよね、ハイブタ様。堀口くんは犯人逮捕のためにも、今すぐ警察に行くべきです。全力疾走で今すぐ警察署に行きましょう。諸事情により、全力疾走ができないって。じゃあ手をついて、北区前進で警察署に向かってください。そして、学習院告発サイトが消えてから、暇空茜様が、堀口くんを煽りまくっています。その時のポストを、一部紹介します。25、もうすぐ26にもなって、高卒職歴なしな君とそっくりだったな、このサイト。何の意味もない日々を過ごしたってところが、じゃははは。あのサイトには堀口くんの一方的な言い分だけが書かれています。なので普通はサイトを読むと堀口くんに同情的な目線になるじゃないですか。しかしそこは王ですから、学習院告発サイトを読んでも堀口くんに同情するどころか、むしろ堀口くんにドン引きするだけという、堀口くんサイドの言い分だけを聞いても一切同情できないって一体どういうことなんでしょうか。もはや真実は押して知るべしでしょう。あんなサイトにこだわって人生を棒に振って貴重な若い時間とお金を費やす、これほど無意味なことがあるでしょうか。おい堀口くん、ご自慢の人生を無駄に費やして何の意味もなかった。人に迷惑かけて大学からも訓告食らっただけの学習院告発サイト消したなら、早くこれまで迷惑かけてすみませんって謝罪プレスリリース出せよ。学習院告発サイトのお墓、かつてないほど煽り散らかしててササパンダ。しかし
まだ仮処分が出て、サイトが消えた、だけです。この後さらに、本訴訟が控えているという、すべて終わるまでに、堀口くんは、あと何回夜泣きすればよいのでしょうか。学習院告発サイト異例して、今日のお知らせ。ほらほら寝言言ってみろよ。管理人が涙って、正当な理由、ただし堀口くんの中でだけは、消えてんぞ。ほらほらなんか言ってみろよ、堀口秀俊。学習院告発サイトが消えた件について、堀口くんはノートの方では、未だにプレスリリースを出していません。もろちん、X の方でも一切言及していない。のかと思いきや、なんと X では言及していました。堀口くんのポストから引用します。相変わらず暇空茜こと水原清輝は、品性も知性も欠如していますね。私がウェブサイトを消した事実はないし、私を誹謗中傷したり、私のプライバシーを侵害した、学習院大学の関係者こそ謝罪するべき。もちろん、未だに私に対する権利侵害をやめられない水原清輝も、きちんと詫びて、罪を償うべきです。なんと、ついに、堀口くんが学習院告発サイトの件について、言及しました。陳はサイトを消しておらぬ、という発言が、陳から飛び出しました。まさかの公式から出ましたよ。やはり堀口くんは、表向きは、サイトの管理人は陳ではない、というスタンスを貫くつもりなのでしょうか。どう考えても無理があるでしょ。カルピス軍団ですら、失笑してますよ。イサウトの方で、またチクチク言われてそう。堀口くんの主張では、学習院 OB がプライバシー侵害をしているということだそうです。当時何があったのかは、私には確かめようがありませんので、もしそれが本当なら、裁判で決着をつけてください。ところで堀口くん、なりすまし予約の件については、言及しなくて大丈夫ですか？私が迷惑をかけたは意味不明。私を誹謗中傷したり、私の個人情報を抑したりした、学習院大学の関係者は、免責とでも言うんですかね。彼らこそ私に詫びるべき。いずれにしても、伊藤弁護士に惨敗したからと、私に当てこすって現実逃避しないでください。あと、ちゃんとデマも浴びてくださいね。これからするのは、あくまで仮定の話です。学習院 OB が堀口くんのプライバシーを侵害していたのが、仮に事実だとしましょう。もしそうだとしても、堀口くんのやっていることは、順番がおかしいです。例えば、相手を訴えても、加害行為をやめなかった。あるいは訴えても辞める見込みがないということであれば、反撃として個人情報をボロンするのはまだわかりますよ。しかし、初手から個人情報ボロンはさすがにダメです。大体当時のアカウントはとっくに削除されているでしょうし、残っていてもログはとっくに消えています。しかもプライバシー侵害の時効は3年です。堀口くんが学習院を退学したのは2019年3月ですから、今から約5年前です。堀口くんの主張がもし本当だったとしても、とっくに時効です。一方で堀口くんは現在進行形で告発サイトを公開していましたから、法的責任を追及されるのは仕方ありません。さらに堀口くんは暇空茜様に対してこのような発言もしています。最も身近なコミュニティ共同体の家庭で親を刺した人が言っても滑稽どころの騒ぎじゃないんですよね。その上、ホモソーシャルな環境であろう男子校でもまともに馴染めずに退学しましたよね。ご自身を客観的に認識していたら、こんなこと恥ずかしくて口が裂けても言えないはずです。相変わらずの煽りのセンスしてんな。お前な、この件に対する暇空茜様の反応がこちら。暇空が親を刺しただの、東大寺学園退学しただのは、確かに暇空もネットで公言してるが、キングスタンダードでは、それはプライバシー侵害とやらにならんの。まあ作家として、今度出す本にも書いてあるし、堀口くんの、笑われてしかいない打分毒親の音とか、消させられた学習院告発サイトと違って、キングスタンダードはささとんだ。ネットで自分からボロンしている時点で、広まっても問題のない情報だと思うのですが、大にはそれがわからぬ。さて、次行きます。誰かさんのせいで、とんでもない悲劇が起きてしまいました。Yahoo ニュースの記事から引用します。VTuber の天海司さんが、自身への誹謗中傷に対する IP アドレス開示請求に成功するも、アクセスプロバイダのログ保存期間を過ぎていたことにより、訴訟や示談などに進むことができずに、結果として失敗したことを、YouTube チャンネルで報告しています。もしかして、あの件の影響なのでしょうか。あの件の影響が出ていないと良いのですが、重役今回の動画によると、昨年の新域リーグ開催時期に、天海司さんを誹謗中傷するアカウントが出現、2ヶ月以上にわたって投稿が続いていたとのこと、6月から始まった誹謗中傷に対し、7月末に弁護士に相談を開始、裁判所に申し立てが受理されたのが8月末でした。開示請求は認められ、コンテンツプロバイダー、SNS や掲示板などのプラットフォーム提供者、への発信者情報開示請求が実施されるかと思いきや、裁判所の発令から IP アドレスの開示に1ヶ月かかったとのこと、天海司さんは誰でも聞いたことのある SNS 企業の対応ですよ。ふざけるな、と憤りを見せています。これでようやく、書き込んだものが本人であると証明する裁判に移行する、と思いきやここでも大きな落とし穴が、アクセスプロバイダー、インターネットサービスを提供する事業者、のログ保存期間が3ヶ月であり、IP アドレスの開示まで1ヶ月かかったことから、訴訟や示談に進めなかったのです。あ
これは当初から指摘されていたことです。大量の開示請求を出すことで他の開示への対応が遅れてログが流れてしまい、他の誹謗中傷を受けている被害者が AP 開示に失敗してしまうのではないかというのは以前から指摘されていました。そして今まさに恐れていたことが現実となっているわけです。原因を作ったやつはちゃんと責任取れよ。どうするんだお前、本当にいろいろな方面に迷惑かけて。なお2022年10月に施行された新たなプロバイダ責任制限法では、発信者情報開示における新たな裁判手続き、起訴手続きが設けられるなどの改正が行われましたが、今回のケースでは必要以上に時間がかかってしまう可能性があるとして担当弁護士が避けたとしています。わざわざ新制度を作った意味なんて刺さったんだ。ただ、新しい法の開示請求で、開示している人もいるみたいなので、ケースバイケースで使える場面もあるみたいですが、動画の最後では、誹謗中傷対策はまだまだ足りていない、と制度の改善を求める一方で、今後も誹謗中傷、名誉毀損行為に対し、法的措置を講じていく意思を示しています。動画では、具体的にどの SNS なのかをぼかしていましたが、皆様もお察しの通り、おそらく X でしょう。X での開示の対応が、遅れている理由。頭が、この件に対する、ネットの反応を一部紹介します。誹謗中傷を受けた側は1回で開示請求するわけではなく、あまりにも続くから請求する。そこからスタートだから、時間がかかるのは当然。なのに、たった3ヶ月しか保存していないのでダメですでは気の毒です。ログ保存期間を5年くらいにしてもいいように思います。私もそう思います。ログの保存期間が3ヶ月というのは、あまりにも短すぎます。しかし保存期間を伸ばすと、その分コストも増えてしまうので、5年まで伸ばすのは難しいでしょう。すべてのアカウント情報のログを保存すると、膨大な量になってしまいます。なので、開示をかけた投稿のみ、無期限でログの保存期間を延長するとか、将来的にそういう仕組みができれば良いですね。ああでもそれだと、片っ端から開示しまくって、全部ログの保存をしようとする人が出てくるでしょうか。ほんまどうしようもないなあいつ。やはり開示請求は、本人訴訟でもそれなりの費用を取るべきです。でないといくらでも開示を乱用できます。裁判所の発令から IP アドレスの開示に1ヶ月かかったとのこと、どことは明言していませんが、X でしょうね。他の配信者や誹謗中傷に対応している弁護士も情報開示請求をして、X の対応がとにかく遅いと発言していました。請求のあった日から30日以内としているため、この期限ギリギリになってやっと情報開示をしてくる。だから初動が遅いと3ヶ月以内での対応ができなくなると。いろいろな方面から、X の対応が遅い、という報告が上がっています。一体誰のせいなんでしょうね。ちょっとわからないですね。直近で開示請求を100件近くもやって、ろくに裁判手続きを進めず、各 SNS や窓口に無駄に手間をかけている愉快犯らしき人物もいるみたいなので、開示請求と裁判手続き周りの法整備も必要になってくるのかな。何にせよ、本当に誹謗中傷や嫌がらせなどで困っている人たちにまでさらに迷惑がかかるような行為は慎んでほしいものですな。100件だったらまだ良かったんですけれども、実際は100件どころじゃないので困ります。それにしてもこのコメントを書いた人、絶対にわかってるでしょ。さて、それではここで、藤吉弁護士の、X の対応に関するポストから、引用します。2023年7月6日、ピターの代理人が、控訴審の期日前日まで答弁書出さずに、慌てて昨日期日延長できないかと打診してきた上に、今日の期日に遅刻すると裁判所に連絡あったらしいけど、いよいよ懲戒請求されてもいいレベルじゃないか。ちなみに答弁書はまだ出ていない。徹夜して出せよ。2023年7月6日、ピターの代理人の動きが悪いのは、何者かが本人訴訟で、600件近く開示を申し立てていて、代理人のリソースがかなりそちらに裂かれている結果らしい。ご愁傷様です。これに対して堀口くんが、すみません、正確にはもっとですと返信したことが話題になっています。うんうん、えらいえらいえらいね、堀ちゃんすごいね、よく頑張ったね、えらいえらい。はぁー、それかため息。さて、次の話題です。堀口くんは、学習院告発サイトの件について、ろくに言及していないことを、こすられまくっていることに耐えられなかったのか、ついに苦し紛れに、こんなことを言い始めました。今空金子と水原清照による広告が棄却された報告まだ。なんと堀口くん、広告棄却の件を持ち出してきて、マウントを取ろうとし始めました。広告動向ではなく、横浜関西での不自然な流れが判明して、慣れ合い訴訟だということがバレた時点で、堀口くんの完全敗北だと思うのですが、陳は負けたと思っておらぬ。よって、この勝負は陳の勝ちである、と言わんばかりの勢いです。勘弁してくれメンス。これに対して暇空茜様は、以下のように反応しました。これ要するに、学習院告発サイトを消すのが、悔しくて悔しくて震えるんでしょ。最近のスペース連発とかもろもろは、これに対する、堀口くんの反応がこちら。ほん、もし投稿記事が消えたら惨敗な。XQピターで大量の投稿記事が削除され、ノートでも非表示になった。暇空茜、暇な空白は何度も惨敗していますね。もはや暇け空茜です。
いやあ、素晴らしいですね。久しぶりに堀口くんの、渾身のギャグが炸裂しました。札束ネタで、意味不明なギャグを披露して、周囲を困惑させたのが、数ヶ月前のことでしょうか。あの頃の堀口秀俊を彷彿とさせる、素晴らしいギャグセンスです。この感じ、いい感じだで、なんやねん、ひまけそらあかねって、どういうセンスしとんねん。これは突っ込み待ちなのでしょうか。何言ってんだよお前、と突っ込んでほしいのでしょうか。それだったらまだわかりますよ。あえてボケとして、突っ込むところを用意しているのなら、なかなかユーモアセンスがあります。しかし、真剣にこれを言っているのだとしたら、まあ、あれですね、堀口くんの素晴らしいギャグのおかげで、眠気が一気に吹き飛びました。ありがとうございます。悔しがって投稿記事を復活させる、と宣言していたけれど、いつ復活するのかな。復活はよ、暇空茜こと水原清輝は、いつまで広告が棄却された事実を、黙殺するのかな。40歳を超えて中年にもなったのに、都合が悪いことに触れられないのかな。今何歳、おむつ卒業できた。違うんですよ堀口くん、その広告が棄却されたかどうかなんて、誰も興味ないんですよ。棄却されたから何って話でしょ。周りの人たちが知りたいのは、学習院告発サイトの件に関する、堀口くんのお気持ちです。なぜそれがわからないのでしょうか。それにしても、夜泣きとか、おむつとか、最近やたら赤ちゃん系の煽りが多いのは、なぜなのでしょうか。堀口くん、まさか、そういう。おむつ卒業できた、なんていう煽りを見たのは、多分初めてです。今までネット上のいろいろな煽りを見てきましたが、やはり堀口くんの煽りのセンスは唯一無二です。もう気が狂う。これに対する、暇空茜様の反応がこちら。堀口くんうだうだ現実逃避みたいな言い訳してるけど、結果として学習院告発サイトとかいうの消えて、Google 検索からも消えたよ。堀口くんの理屈だとボロ負けでしょ。俺は棄却された裁判でも全部報告する。それが当然だからな。堀口秀俊は自分に都合の悪いことは一切報告できない。学習院で成し遂げた唯一のことで、消す羽目になった学習院告発サイトについても、見るも無残な言い訳しかできない。管理人さんが勝手に消しました。管理人を訴えます。とか、ギャグ言えよ。なんていうか幼稚っていうか、子供って都合の悪いことには一切触れないよね。学習院告発サイト消滅に一切触れず、なりすまし使用役でクレカ使ってるから、通報しようず、にも一切触れない堀口秀俊くんって一体。そういえば堀口くん、寿司の件に関しては、ほのめかしリポストをしたのみで、X では言及していません。嫌がらせをしていた犯人が、ついに捕まるかもしれないんですよ。堀口くんなら、ものすごい勢いで縛ってきて、高速でプレスリリースを出しそうなものですけれども、なんでプレリリがないんでしょうかね。不思議ですね。もはや、ひまけそらあかねです。このセンスよ。堀口くん、絶望的にセンスないのに、名前をもじるのにこだわるのなんなんだろうね。泣き声みたいで可愛いね。もしかしたら過去に、名前をもじられて、辛い思いをした経験があるのかもしれません。しかしあの呼び方に関しては、本人曰くセーフみたいです。これもうわかんねえな。借金を買い取ってくれる王子、これに引っかかる人いないと思うけど、いるんかな世の中には、まあ10万人に1人のバカでも、引っかかる奴がいる限り詐欺ビジネスは成功するからね。まあ世の中には、学習院の OB に全額支援して、学習院告発サイトとかいうクソサイト潰した、俺らみたいなのも稀にはいるし、素晴らしいお金の使い方です。堀口くんもぜひこんな感じで、人の役に立つお金の使い方をしてみてはいかがでしょうか。なお、暇空茜様は2023年11月15日、横浜関西の広告却下について、堀口のログボとか言ってるの多分一個これだよ、と写真と共にアップしていたことが判明しました。暇空茜様は、まず検索しようね、と煽っています。堀口くん、痛恨のミスを犯してしまいます。相手が出している情報を、なぜか出していないと思い込んで、こすっていたのです。悲惨。あまりにも悲惨です。なんかこっちまで、悲しくなってきてしまいました。一方、堀口くんの投稿が、こちらです。もしかして、お昼寝タイムにおねしょしちゃって、悔し紛れに時短だを踏んでいるのかな。40歳を超えてもこのままだと、もはや可愛くなって、単に可哀想ですね。ご自身がウェブサイトノートに公開した投稿記事が削除された時も、悔しかったのか触れていませんでしたね。あれ、ノートの件って、生配信か何かで言及していませんでしたっけ。もし勘違いだったら申し訳ありません。それにしても最近の堀口くん、だいぶ余裕がなくなってきた感じがします。煽りに余裕が感じられません。いや、元からこんなもんやったかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。さて次は、暇空茜様のポストから、引用します。堀口くんが追い詰められると何が起こる。個人情報ボロン、モニターのし、なぜか毎回同じ口で堀口くんの周りでだけ怒る。俺と知り合う前から怒ってた。 VPN 嫌がらせ。なぜか今回クレカ恐りを犯人が通したのに、そのことで不遂に犯人がわかりますね。とかならない時点でみんな察する。みんな察するの話で言うと、 KCL 大学信じてるのもう一人もいないってことはないか。ユーゴは信じられないレベルもいるからな。でもカルピス軍団ですらもう信じてないか。真実を共有した上でどういう偽装するか話し合ってるレベルだろ。堀口くん、異議訴訟といえば、訴訟相手に粘着嫌がらせしてるグズアカウントとスペースで昔からの知り合いのように談笑する生駒雄生弁護士が代理人について、やっとノート原告堀口被告の異議訴訟が期日指定されたことはプレリリしないの。さらっとバラされてて刺さったんだ。
多分こんな感じで、まだ言っていないことが、他にもたくさんあるのではないでしょうか。怖っぴねえ。2023年10月30日、補助参加費用負担の申し立て却下。こんなのでキャホキャホできるの。友達ができたことなくて弁護士になったような新人くらいじゃ。暇空を提訴しました。とか小林を提訴しました。とか、SMS 出しました。とかレイヤーを訴えます宣言とか期待してたと思う。お客さんは、完全にオーバーキルです。やめて差し上げろ。懐かしいですねこのポスト。これが10月のポストですか。当時から、堀口くんのやっていることが全く一緒です。なんでこんな枝葉でキャホれるの。判決以外で省略してる途中経過なんていくらでもある。判決が出て学習院告発サイトはついに消えた。お前の負けだよ堀口秀俊。まだこの後の本訴訟で勝てばワンチャンありますから。しかし本人訴訟で堀口くんは一体どうやって勝つつもりなのでしょうか。堀口くんのことですから仮処分の時のお人形遊びをそのまま本訴訟でも続ける可能性があります。弁護士がついていても勝てる確率はかなり低いのに堀口くんの本人訴訟ともなるともう絶望的です。というわけで堀口くんは今からでも弁護士を探すことをお勧めします。頑張れ秀俊。負けるな秀俊。本日も堀口秀俊スペシャルの時間がやってきてしまいました。堀口くんになりすました悪質な迷惑行為をしている犯人について、暇空茜様が動いている件で続報がありました。なんとこの件で本格的に警察が動きそうな雰囲気になってきました。暇空茜様のポストから引用します。堀口秀俊くんになりすまししていた犯人の件ですが、警察からの聞き取り、いわゆる取り調べのアポの日程も決まりました。僕は約束したことをきちんとやります。早いっすねこのスピード感よ。刑事告訴しますよ、ふふ。告訴状の書き方のコツが、分かってきましたよ、ふふ。とかオラついていたのに、その後全く進展がない。どっかの自称25歳大学生とは、スピード感が全く違います。誰が犯人なのかについては、全くわかりませんが、おそらく犯人は余罪がたくさんあるはずです。そのあたりも含めて、警察には徹底的に調べていただきたいです。もし仮に犯人が、複数の嫌がらせを実行していた場合、被害額の合計が、とんでもないことになってしまうのではないでしょうか。賠償とか大変そうですね。犯人はしっかりとお金を残しておけよな。まあ他の捜査の流れからの経験で言って、犯人逮捕とかなるのは、半年後とかやと思いますけどね。日本の警察は、犯人逮捕までかなり時間をかけます。ネットでの名誉毀損で、立件されるまでに、1年以上かかったケースもありますし、気長に待ちたいと思います。もし本当に犯人が逮捕されたら、どうしましょう。ささ抱えて笑うわ、パンダ。しつこく手口は公開するくせに、対策はろくにしない堀口くんも丸々ちゃうか、とは思うものの、例えばメールエイリアスは対策が可能、なりすまし犯は絶対に許せません。巧妙な手口になるかもしれんし、ここで仕留めないと、忙しいだろうけど、堀口くんも被害届出しておいてね、俺も忙しいけど頑張るから。堀口くんは被害届を出したのでしょうか。いつもの堀口くんだったら、書類6万5千枚を印刷して、警察署に突撃するのでは、しかしなぜか、今回はやけにおとなしいです。おかしいですね。直接の被害者は堀口くんのはずなのですが、少しでも自分を批判した人を敵認定して徹底的に弾圧してくる堀口くんが、嫌がらせの実行犯に対してここまで腰が引けている理由はよくわかりません。堀口くん、男なら全速力で走ってきて今すぐ被害届を出しましょうよ。さて、当事者の堀口秀俊くんはなりすましの件に関してお気持ち表明をしておられます。堀口くんのポストから引用します。なりすましの犯人に厳罰を求める気持ちは私も同じ。ただ届いた電子メールに誰かのクレジットカードが使用された事情を伺わせる内容は記載されていませんでした。また私は飲食店で数十万円も使わないし、もし私のクレジットカードが使われたらさすがに弾かれると思います。何言ってるんですか堀口くん。犯人に厳罰を求めるんだったら、今すぐ警察に行って、ちゃっちゃと被害届を出しましょうよ。こんなポストしてる暇があったら、警察署に行った方が良いですよね。前世紀の堀口秀俊なら、秒で警察署に行っていたことは、明白ですよね。なぜ警察に行かない言い訳をしているのでしょうか。よくわかりませんよね。それでは犯人は、自分のクレジットカードを使用した、ということなのでしょうか。もろちん、堀口くんのカードが不正利用された、という可能性も否定できませんが、堀口くんの言い分を見る限りでは、やはり犯人は自分のカードを使った可能性が高いです。ならなおさら、警察に行くべきだと思いますけど、暇空茜様の話によると、テーブルチェックのシステムでは、一定の金額以下の予約の場合は、お金が戻ってくるそうです。しかし一定の金額を超えると、お金が戻ってこないそうです。キャンセルするタイミングによっては、100% の料金
金を取られる場合もあります。今回の犯人は、予約した時間的に、50% のキャンセル料を支払うことになるのではないでしょうか。私勘違いしていたのですが、60万円の寿司コースが2人分なので、合計120万円です。キャンセルする場合は、キャンセル料 50% を支払う必要がありますから、犯人は60万円を支払うことになっているはずです。犯人たん、かわいちょ、まあ、完全にただの自業自得ではありますが、堀口くんは以前にも、テーブルチェックを利用した、飲食店のなりすまし予約の被害を、受けているそうです。許せませんね。しかしその時は、金額が比較的安かったために、キャンセル料が発生しなかったものと思われます。もしかしたら犯人は、その時の経験から、キャンセル料がかからない、と勘違いして、120万円の超高級コースを予約してしまい、50% の60万円を支払うことになった。という可能性が、状況から考えると、実際にお金が動いているので、警察に連絡するのは当然の行動です。堀口くんは一体、何を的外れなことを言っているのでしょうか。ビジネスクラスを乗り回す、スーパーセレブの堀口くんが、たかだか120万円使っただけで、カードが弾かれるわけないでしょ。若干設定がガバっていますよ。気をつけてください。ちゃんと設定を統一しないと。なお、このポストを投稿した後、堀口くんは、以下のようなタイトルのスペースを開催しました。また暇空茜こと水原清輝の負け、惨敗、客下役客ばかりの人生は、辛くないのかな。どうしたんだ堀口くん、急に大声出して。そんなタイミングでスペースなんかしたら、あからさまに聞いているのが、丸わかりじゃないですか。何、聞いてんの。なんで堀口くんって毎回、余裕がなくなってくると、長時間スペースに参加するのでしょうか。これも現実逃避の一環なのでしょうか。なお、先ほどの堀口くんの、的外れなポストに対して、ネット上では次のような反応がありました。もし私のクレジットカードが使われたら、お前何言ってんの。どこかのクズが勝手にお前のクレカ使うってどういう状況。弾かれるとかのんきなこと言ってる場合か。今すぐ警察行け。だから早く警察行きなって、なんでこんなとこで油売ってんの。いけない理由でもあるの。弾かれる、弾かれないではなく、悪用されたクレジットカードの情報が重要であって、犯人に繋がる情報が予約サイトにあるんですから、即通報でしょ。何のんきなこと言ってるんですか。クレカの大ソリ知らんのかな。予約完了メールが通ってるなら、FEP で大ソリが通り、有効なクレカ番号が入力された証拠やで。これ、かなりの人が誤解してると思うんだけど、ほとんどのシステムは決済前の段階で、大ソリ、盗難カードや偽造カードでないかの確認作業を実施してる。つまり決済する、しないは関係ないよ。参考資料URL 堀口くんのクレジットカードの痕跡はなくても成りすまし野郎の痕跡はあるって話なんだけど、サービスの予約方法を見ればクレジット決済が通らないと予約完了しないわけで、そういう物事の手順から形跡がない、通らないはずと筋の通らないことを言い出す不思議さ。予約者と名義の違うカードが通るのか、自身名義ならカード不正使用も問題となることなのに、何度も成りすまし被害を受けている中、やっと解決の糸口が見えてきたところで、本人がここまで消極的なのは成りすましの相手を知っていて、そいつに弱みを握られているから、それとも貴殿の広い心はなりすまし犯すら、気心の知れた友人のように優しく包み込む、正しく英国紳士のごとき高潔な精神なのか。誰かが堀口名義のカードを使って、堀口名義で予約、カードの不正利用で警察案件、誰かが、堀口の名前を語って、誰かのカードで予約、名前使われてる段階で、十分警察案件では、どちらにしても警察だと思うけど、なんですぐにいかんの。以前からなりすましで苦労してるならなおさらでしょ。という感じで、めちゃめちゃ他人事な堀口くんに対して、批判的な意見も見られました。堀口くん、警察に行く交通費がないのでしょうか。もしお金がないなら、警察に行く交通費をスパチャしてあげましょうか。とりあえず堀口くんは、今すぐ警察に行ってください。お願いします。私から言えるのはこれだけです。ボロン。さて次は、暇空茜様のポストから引用します。あんまり警察への依頼とか報告されるのは担当日もよく思わないので、堀口くんの成りすまし事件犯人追及については、報告できることが起こるまで報告を今後控えます。ただ全力をかけてやるのでご安心ください。まさかこんなことになるとは。この件がきっかけとなり、芋づる式に、過去のやらかしもいろいろと出てきたら、と考えると、夢が広がります。まさかこんな形で、事態が急展開を迎えることになるとは、夢にも思いませんでした。犯人は震えて眠れ、ところで堀口くんはなぜ、スペースで夜泣きしていたんですか。むしろ堀口くんにとっては、非常に喜ばしい出来事のはずなのですが、長期間、堀口くんの成りすましをして、飲食店の予約をするなどしていた犯罪者が、ついに逮捕されるかもしれないんですよ。堀口くんならそこは、だお、と大声を上げて、喜ぶべきです。堀口くんがスペースをするにしても、ついに犯人が逮捕されそうです。みたいな感じの、喜んでいる感じのタイトルになるのが、普通ではないでしょうか。それなのになぜ堀口くんは、暇空茜様をこするような、よくわからないタイトルにしたのでしょうか。犯人が逮捕されるかもしれないという状況で、暇空茜様に対して、熱い憎しみを燃やしている。
妙だな。自称学生さんは、カードの仕組み知らんのやから、そんな一気にはと言ってもかわいそうだよ。堀口くん、君のカードは関係なくて、犯人が逮捕につながる個人情報てんこ盛りの、犯人名義カードを通したか、不正カードを通した履歴があって、どちらにしても警察が全力で動いてくれる案件だよ。警察行こうね。やったぜ。成し遂げたぜ。今ふと思ったんですけど、堀口くんって、自分のカードを使っているのでしょうか。案件で稼いでいますよ。ふふ。みたいな雰囲気を出していたので、もしかしたら自分のカードを持っているかもしれませんが、もしかしたらワンチャン親のカードを使っているという可能性も。親のカードを使っている場合だと、カードのシステムについてあまり詳しくないことは十分考えられます。なりすましではなく自作自演の犯人だったらというありえない質問が来ますが、まあ未成の恐り残ってれば偽計業務妨害で告発します。なるほどですね。モロチン、自作自演の可能性は 100% 絶対にありませんので、無意味な過程ですね。そうだよな、犯人。さて、堀口くんのなりすまし被害に関して、以前から宇佐美正信様という方がよくわからない主張を繰り返していました。宇佐美のリア様とは別人なので注意してください。宇佐美正信様、通称黒宇佐美、黒宇佐です。宇佐美さんじゃない方の宇佐美と覚えておくとわかりやすいかと思います。大谷じゃない方の大谷みたいな。それでは黒宇佐美様のポストをいくつか引用していきます。幾重にも許せないなりすまし。スコットランドのゼイマル族業者宛てに予約フォームから、パレスチナ人学生を名乗る薩丸予告が、堀口さんの名前と私のアドレスで送られ、自動応答メールが入った。業者には返信し事情説明、警察に行くことを勧めた。堀口さんに確認したところ同様のメールが入ったとのこと。そんなことがあったのですね。許せませんね。なお書き忘れましたが、こちらのポストは2023年11月10日に投稿されたものです。実はこれまでのなりすまし注文予約でも堀口さんの名前が使われたものがあり、電話番号は堀口さんの関係先のものが必ず使われていた。同じ手口で堀口さんや他の関係者も被害に遭っていることは確認しており、それも全て警察には伝えている。もちろんどのなりすまし注文予約も悪質なのだが、パレスチナ人を名乗ってスコットランドの業者に薩丸予告を送るというのはあまりにひどい。一連のなりすましは明らかに暇空を支持する者の仕業だし、到底嫌がらせ、いたずらでは済まされないこと。モロチン、暇空茜様の支持者ではないと言い切ることはできません。しかし妙な点がありまして、暇空茜様とバトルした人全員ではなく、暇空茜様とバトルした人の中で堀口くんと関係がある人のところに嫌がらせが行くことが多いようです。例えばもし仮に暇空茜様がこういった嫌がらせを一切止めずにいた場合は、明らかに暇空茜の支持者の仕業と言われても仕方ありません。しかし暇空茜様はこういった嫌がらせをしないように呼びかけていますから、暇空茜様に押し付けるのもちょっと違うんじゃないでしょうか。どちらかというと愉快犯の可能性が高いです。対話罪対象にしてる私をスクショも貼るぐらいの意気込みになってる暇空だが、全く事態を理解していなくて妄想での暴走だし、勝部元気さん提訴もそうだが、盗撮した被害者意識、被害妄想をすぐに膨らませて、なりすましの被害者は自分だ、暇空を陥れるための自作自演だと思ってる。すいません、宇佐美様。ちょっと一回、落ち着いてもらっていいですか。何言ってるかよくわからないので、ゆっくり深呼吸してから、もう一回ポストしてください。この件に対する、暇空茜様の反応がこちら。なりすましメールの嫌がらせを私もされた。警察に行くことを勧めた。なりすまし嫌がらせ犯人は明らかに暇空の支持者。からなりすまし犯人がカード決済通したから告発します。やめろ。被害妄想、自作自演。なんで？なんでやろなぁ。すっとぼけ。なりすましの件で、やたら宇佐美様が大騒ぎしているのですが、一体どうしたのでしょうか。宇佐美様も、カードの使い方を、よく理解していない説、あると思います。まあこのうさみとかいうアカウントなんて見てなかったけど、タキパンスレに貼られてたから見ただけで、もちろん何言ってようが俺の行動は変わらんのだが、一応言っとくけど刑事告発は被害者が自分じゃないけど犯罪が明らかな時に捜査を求める手続きな。自分が被害を受けている件では刑事告訴、他人が被害を受けている件では刑事告発という呼び方になります。例えば黒すみれ様が私のセクハラ画像を投稿しまくっているので、それに対して法的措置を取る場合は刑事告訴です。一方浅野市議がコラボの件で動いていますが、あれは被害者が浅野市議本人ではありませんので刑事告発になります。たまに刑事告訴と刑事告発の区別が全くついていない人がいるので気をつけてください。言葉の意味がわからずに依然匿名サイトでレイヤーを刑事告発するとおらついていらっしゃった方もおられました。刑事告発するのか、困惑。
ちなみに、それから1年半ぐらいが経過していますが、未だに一切音沙汰はありません。むしろ私の方が、警察に相談する機会があるという、そんな状況になっております。頭おかしなるで、さて次は、テーブルチェックの予約に関する、アルパカ社長のポストから、引用します。タブレチェックで予約すると、グメールで受信したら、こんな感じでとってもわかりやすく表示してくれるはずだよね。この確認番号とカード情報があれば、間違いなく犯人逮捕できると思うよ。今こそ協力してストーカーを捕まえるべき。ちなみに2018年の頃は書式が違うよ。これに対する、暇空茜様の反応がこちら。そういえば、メールボム食らってなかった。会社メールに、業務妨害で、プロトンメールだと受けてくれないけど、今回の堀口くんなりすまし犯人が、おそらく同一人物である、との見立てで告訴したらどうかな。被害届だけでもいいけど、少なくとも堀口くんのツイートによれば、堀口くんへの犯罪をしてるのは明らかだし、もし同一人物だったら、余罪が乗るだけだから、捜査に悪影響はないだろうから、ぜひ今回の件で確実に犯人を逮捕できるよう、そちらでも被害届か告訴状を出してもらえると助かる。ああ、なるほど。その手がありましたか。もしかしたら、犯人がカード情報を登録してしまったことが、致命的なミスになってしまうかもしれません。え、なんでわざわざ、犯人は自分からカード情報を登録したのかって、私にもわからん。さて、次の話題です。なんと、非常に残念なお知らせがあります。学習院告発サイトに、復活の兆しがあります。以前までは学習院告発サイトを開くと404エラーが表示されました。しかし昨日の夜あたりから404エラーから500エラーに変わっています。500エラーが出るということはサーバー側に何らかの問題があるということです。最近サーバーが変わっているのではないかという説もあり、もしかしたら堀口くんが学習院告発サイトの復活に向けて動いている可能性があります。あ、堀口くんじゃなくて別人の管理人がいるんでしたっけ。大変申し訳ございませんでした。しかもよくわからないのが、昨日暇な空白チャンネルの生配信中にエラーの表記が変わっていることが発覚した点です。告発サイトが消えたことで全方面から盛大に煽られまくっているので、堀口くんがそれに耐えられなくなって復活を試みているという可能性もあります。あるいは生配信中に告発サイトを復活させようとしたものの、堀口くんの技術力では復活させることができず失敗してしまい500エラーになってしまったのではないかという意見もありました。さて次の話題です。暇空茜様が堀口くんを訴えた裁判で訴えの変更を申請していましたが、残念ながら認められなかったようです。暇空茜様のポストから引用します。横浜第一堀口訴訟最初のツイートの被告堀口訴訟、残念なことに訴えの変更は認められず判決が2/28になりました。だから別訴提起します。引き続きよろしくね。この感じだと代理人は後続の若ん原川西降りて一人になるのかな。訴えの変更が認められなかったら別訴でやるだけと前から宣言していたので、宣言通り別の訴えを起こすようです。堀口くんのポストを見てみると、あまりラインが分かっていないというか、結構ギリギリなことを言っています。リアルタイムで素因が増えているという可能性もなきにしもあらず、あくまで一般論ですが、現在進行形で訴えられている場合、もう少し普段の言動に気を使うのが一般的だと思います。しかし要は、陳は、一般論など知らぬ、陳の、やりたいようにする、と言わんばかりの勢いです。頭おかしなるで、この件について、堀口くんがお気持ち表明をしておられました。堀口くんのポストから引用します。あれ、訴訟の結果がわかる前に、別の訴訟を宣言、訴えの変更が却下されたけれど、今回は最低でも何円を取れる、とかじゃないんですよね。もはや負けを認めたも同然。それに、私の代理人弁護士について、また希望的観測を垂れ流していますね。この調子だと今後も負け続けるだけですよ。堀口くんの頭の中では、別訴すると言っただけで、負けを認めたも当然、ということになるみたいです。いやあ、どうでしょう。でも言うてあの裁判で、堀口くんが勝つのは厳しくないですか。例えば、レスバトルの応酬の中で、お互いにアウト発言をしまくっていて、その中であの発言が飛び出したのなら、ギリセーフだったかもしれません。しかし堀口くんの場合、初手で言っていますし、完全に先制攻撃していますから、かなり不利です。むしろ、なぜそんなに自信満々なのか、その理由がよくわからないんですけど、全部の裁判で勝てるよう、頑張ってくださいね。堀口くん、笑い。さて、次の話題です。堀口くんの使者として、ご活躍されている兄弟もシーチーの生間雄生弁護士がまた参上したみたいです。暇空茜様のポストから引用します。そこノート原告での異議訴訟、被告堀口、取り下げます。ノート、同意しません。代理人生間雄生、では私が代理人につきます。今ここ出たわね。
生駒雄生弁護士は、なぜか堀口くんのために、やたら体を張っています。窮地に追い込まれた、前途洋々の25歳自称学生を支援する、弁護士の鏡ですね。それにしても生駒雄生弁護士、なぜここまで、堀口くんに尽くすのでしょうか。ちゃんと報酬をもらっているのなら良いのですが、その他にも何か理由があるのでしょうか。雄生が、堀口くんに尽くす理由、ちょっと思いつかないですね。とボケ、なんか臭いの湧いてんな。俺から和解金支払うか、提訴か選べって投げて、表出してないけど断ってきたから、名誉毀損で訴えてるモブ実際数名いるぞ。判決出たら結果報告だけする予定で、俺から初手で和解金か訴訟か選べって投げてんのに、示談要求してくるとか、コラボみたいにって何寝言言ってんだ。あと謝罪文掲載とか、そういう左翼みたいなの興味ないから。示談交渉を弁護士に依頼する場合、交渉をしてもらうだけで高額な料金が発生する場合があります。なので最初に条件を提示して、それを飲まなかったら訴えるというのは非常に合理的です。もし今後誰かを訴える予定がある方は、ぜひ参考にしてください。当たり前だけど警察に相談してる件複数ありますよ。僕が刑事事件を止めるときは、示談はないです、1円もいりません、刑事罰減刑のみを求めますって言ってあるので。警察は、示談されるのを嫌がる、みたいな話を聞いたことがあります。私だったら、刑事でやるときに、示談することは多分ないです。いやでも、わかりませんけどね。8700万円ぐらい積まれたら、示談するかもしれませんが、もし刑事でやる場合で、絶対に示談する気がない場合は、最初からそのことを、はっきりと警察に伝えておくと、警察も動きやすくて良いんじゃないでしょうか。日の空が、男子校に馴染めなかったから退学した。って話、どこから出てきたのかわからんけど、ネトゲやりたさゆえの退学でしょ。もしかしてあれか、退学は馴染めなかった人がするものだ。って思ってるのか、当たり前すぎて気づかなかった。同窓会呼ばれたりしてるよ。堀屈やめなよ。俺にも気づけない時あるから。堀屈とかいう、道の単語が出てきてしまいました。これに対して、堀口くんがまたお気持ち表明しています。もういいんだ堀口くん。もう休め。堀口くんのポストから引用します。ゲームのために退学した存在で、他人を25歳で学生叩ける魂胆に驚きます。たとえ時間をかけてでも、学問を探求するのは我ながら立派だと思わされます。なーにこれ。堀口くんってやたら、ひまそらあかね様の高校中退の件をこすっていますが、おそらく、ひまそらあかね様の経歴をこするとなると、それぐらいしか思いつかないので、いつも鬼のようにこすっているのでしょう。しかし、学習院大学に2ヶ月だけ通って、なぜか3年も在籍していた堀口くんが、高校を中退して、大研を取ってセガに入社し、なんやかんやで6億円を獲得した人を、経歴でディスっても、共感は得られません。カルピス軍団からの共感なら、得られるかもしれませんが、笑い。確かに、25歳でも学生の人は他にもいるでしょう。本当に学生だったら、別に何も恥ずかしいことではありません。本当に学生だったら、ねえ。あと、よく最終学歴高卒と煽るのは、単に高卒だと、ご自身は高校中退、お前は高校すら卒業しなかったくせに、と反論されるからかな。相変わらず煽るポイントがずれています。見てられません。こんな意味不明な擦り方をするぐらいだったら、まだアスナの剣を擦った方が良くないですか。いやでもアスナの剣を擦るとリーガルアウトを踏み抜きそうですし、堀口くん自身にもぶっ刺さってしまいますから、できないでしょうか。あくまで客観的な評価として、仕事で結果を出して6億を手にした人と、大学にほとんど通わずに辞めて自称学生25歳の人では、最初から勝負になりません。というか、学習院と近畿大学って偏差値大体同じぐらいでしょ。しかも堀口くんは学習院を途中で退学しています。一方でひまそらあかね様は近畿大学を卒業しています。それでよく煽ることができるなと、開いた口が塞がりません。とりあえず堀口くんは、セガを超える大企業に就職してから、生きることをお勧めします。ただ、個人情報をボロンボロンしまくっているので、雇ってくれるところがあるのかは、不明です。現在、なりすましの件で警察が動いていますし、今年は複数の裁判が、堀口くんを待っているでしょうから、いずれにせよ就職どころの話ではないかもしれません。堀口くん、頑張れ。頑張れ。わざわざ材料を買ってきて、毎日料理を作るのは、結構大変で面倒ですよね。かといって外食だと、栄養が偏りがちです。そんな方には、冷凍宅食のナッシュが、便利でおすすめです。レンジでチンするだけで、野菜たっぷりの美味しい食事を、手軽に食べることができます。こちらは一番人気の、チリハンバーグステーキ。ジューシーで肉厚なハンバーグは、冷凍食品とは思えないぐらい美味しいです。私はナッシュを食べて、浮いた時間で仕事をして、頑張って稼いでいます。購入はコメント欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。